はい、こんにちは。レク専任講師の矢島です。本日は司法試験の平成29年度の出題の趣旨の分析会を、ね、やっていくことにしますので、どうぞよろしくお願いします。で、解説冊子の方なんですけど、全部で2冊お配りしてまして、一つは問題文レジュメっていうふうに書いてあるものですね。こちらはそのまま法務省の方で発表している問題文そのままくっついてますのでね。それから解説レジュメの方は法務省の方で発表している出題の趣旨に私の方でいろいろ下線を引いたりとかね、その他太字にしたりとか、ちょっとこう大事なところを装飾しておりますのでね、こちら両方使っていきますので、一つよろしくお願いします。で、解説レジュメのまず1ページのところなんですけれども、この一番最初のところですね、今回の無料公開講座ではね、これをやっていくんですけれども、この120分の講義の中で7科目ということになりますと、大体1科目あたり17分ぐらいなんですよ。そうすると、17分になっちゃうと非常に広く浅く全体見ていくっていうことになっちゃうなっちゃいかねないんですけど、それですと皆さんの多分将来の試験の役に立たないと思いますので、皆さんのこう将来の試験に役に立つような形でね、各科目特にこう今後皆さんの試験で重要になりそうなところをちょっとポイント絞ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。で、まず憲法のところですね、2ページ、この解説レジュメの、ね、2ページのところになります。これは今まで司法試験で出たことがなかった外国人の人権をこうテーマに、ね、してきたものなんですけれども、まずこの1個目の、ね、段落のところです。今年度はいわゆる外国人の、ね、非熟練労働者の入国在留を認める閣立法を素材に、ね、外国人の人権保障に関するいくつかの問題を問うことにしたと。で、ここを、ね、気をつけてほしいんですけど、この2行目のところね、今までの司法試験もずっと同じことを言ってるんですけど、基本判例と学説ですね、に関する適切な理解や、この、ね、所見の条文の正確な理解、特にこの基本判例とか学説のところを、ね、すごくこうずっと出題の視野採点実感重視してきてますので、こう日頃皆さん憲法の勉強をしていると思うんですけどね、それをこう生かしてこの事案ね、別に判例に引っ張られちゃいけないんですけど、その判例となんか似てるところがあるんだったら、そこをうまく、ね、こう活用してこう法的な理論を、ね、組み立てていかなければいけない。ここはもうずっと言われてますので気をつけてください。ですので、言い方変えれば、ね、逆にこう判例とか学説を踏まえないでなんか自分が思ったことを適当に書いても、それはもう本人の自己満足で終わってしまって、本番の試験ではなかなか、ね、いい点数がもらえないってことになっちゃうと思うんですね。あとは憲法は意外とやっぱ、ね、ここのところをこうちょっと、甘く見がちの人は、ね、結構痛い目本番であっちゃうんだと思うんですよ。憲法ってなんとかなるだろうっていうふうに思いがちな科目だと思うんですよ。覚えることが、ね、他の科目と少ないですから、なんとかなるんじゃないかっていうふうに思いがちな科目ですけど、それは他の受験生もみんな同じ条件ですから、むしろ、ね、憲法で、そこそこいい順位に行こうと思ったら、やっぱそこは相当頑張っていかなければ、ね、いけませんので、ここのところを意識してください。で、今回ね、この後マクリン事件判決というのが出てきますけど、これをどう生かすのかっていうところが今回すごい大事なんだと思いますね。ちょっと次見ていきますね。この2段落目のところですけど、本文での主な論点ですけども、問題文にヒントにあるように、まず丸1ですね、妊娠出産、妊娠等、ね、つきましたね、滞在の際に禁止事項として違反があった場合には強制出国させることがね。で、これちゃんと自分で本番の試験ではね、どんなその、ね、人権を制約するのかっていうのをここで判断しなければいけないんですよね。妊娠出産をすると日本から、ね、出ていかなければいけないっていう、そういう架空の法律ができているわけですけど、それで一体どんな、ね、人権が制約されているのか。で、とりあえずここの取材にしては自己決定権という言葉を使ってますね。自己決定権、憲法13条の侵害ではないかっていうところね、これがメイン論点になってくるんだと思いますね。あとはもう一つ、その強制出国に関して、例えばその身柄収容されているとかね、いろいろこう重大な人権侵害がされるような規定になっているんですけど、裁判官の令状がいらないとか、その他いろいろこう手続き的に問題があるところがありますので、もう一つこの丸2のところでね、令状なく収容を認めることが、人身の自由ですね、や適正手続き的処遇を受ける権利ですね、それを侵害するんではないかっていう、ね、ところが問題点になってますね。で、まずね、ここでこの授業ではちょっと主にこの自己決定権のところを、ね、しっかりやっていきたいと思うんですけれども、まずこの次のところでね、丸1の自己決定権の侵害につきましては、まず自己決定権が憲法上保障されるか、そして、その自己決定権に、ね、妊娠等の自由が含まれるかということが問題になってくるんだと。自己決定権というとよく本に書いてあることに関しまして言うと髪型の自由とかね、こういう妊娠の自由ってあんまりこう例書いてないですけど、髪型の自由とかね、そういうバイクに乗る自由とか、そういうところで書いてあることが多いと思いますね。そういう、ね、自己決定権に妊娠等の自由が含まれるのかどうかということが問題になっているんだと。で、妊娠等の自由が自己決定権に含まれるんだとしてもね、本門の B が外国人であることから別途コールが必要で、ここはこの下に、ね、紹介されているやっぱマクリーン事件判決をしっかり理解して、それをこの事案の処理に、ね、生かせるようにしないといけないと思うんですよ。で、この下マクリーン事件判決のところですけれども、マクリン事件判決で括弧ちょっと飛ばしてね、および
そこで示された権利性施設が直ちに今想起されるだろう、ね、で権利性施設ね、この要は人権の性質に応じて、ね、保障される人権決めていくっていうね、外国人の人権に関して人権の性質に応じて、まあ、決めていくっていうことですけども、まあ、権利性質からすれば妊娠等に関わる自己決定権は外国人にも保障されるということになろうということね、まあ、別にね、こう例えばほら選挙権なんかは、まあ、今の日本の制度ではなかなかちょっと権利の性質上ね、外国人の方に保障されてるっていうのは結構難しいところがあるかもしれません。特に国民主権との関係でね、国政選挙に関してはなおさら、そういうことが言えると思うんですけど、まあ、妊娠の自由に関しては外国人だからって言ってね、その権利の性質上保障されてないっていうのはなかなか、まあ、言うのは難しいじゃないですか。だからここのところは、まああのね、権利の性質上、まあ、外国人も保障されてるってところに行くんだと思いますね。でしかし注意すべきは、まあ、同判決が外国人に対する人権保障はね、外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないとして、これ大事なフレーズでちゃんとね、担当知識でも押さえておかなければいけないことですし、あとは今回論文試験でね、ここを使っていかなければいけなかったんですよね。まあ、同判決が外国人に対する人権保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎないとして、人権として保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として、まあ、考慮されることはあり得るんだってね、これ有名なあのフレーズですよね。でこの下にもありますけど、まあ、単純な権利性施設に基づく議論ではまあ不十分、特にこのね、在留絡みのところではこのマクリン事件判決をよくね、意識してあの考えていく必要が出てきます。そうするとこの判決って基本的にその人権の制約を受ける外国人にちょっと不利な判決なんだと思うんですよ。ここのところね、消極的に、まあ、要は侵釈されちゃうわけですから、要は自分の不利に侵釈されちゃうことを認めてる判例ですから、まあ、これ非常にね、あのその今回の主人公になっている B さんにとっては、まあ、不利益な判決なんですけど、でもじゃあこのね、まず憲法ってその原告側の要は B 側の主張から先にこうね、組み立てて、まあ違憲だってことを頑張ってあの言っていかなければいけないんですけど、この時この判決を無視した主張を勝手に皆さんが組み立てても本番の試験では評価されないんですよ。それがこの今のね、一番上戻りますけど2行目のやっぱ基本判例や学説に関する適切な理解やね、どうのこうのっていうここのところになるんですけども、このね一番上の2行目のところね、でこれはやっぱりこう他の年度の例えば出題の人とか、あと特にあのしばらくすると毎年試験考査員がね、あの採点実感というのを出して、まあ、どんな答案がまあいいのか悪いのかということを結構丁寧にね、あの教えてくれますけれども、まあ、特にこうその三者の立場、要は最初にね、設問1のところで違憲だってことを一生懸命ね、主張する人と、まあ、それに対する反論として、まあ、反対当事者がまあ合憲だってことを言って、で最後皆さんがまあ本当にどう考えるのかね、その違憲って言ってる人と、まあ、合憲って言ってる人がいるんだったらそれ争点になりますから、じゃあ皆さんがどう考えるのかってことをしっかりと自分の見解としてまあ書いていくわけなんですけど、いずれの立場においても基本判例と重要な学説を知ってることっていうのはもう当然の前提なんだと。だからそこに反するようなそのなんか法的な主張を三者の立場どこからがやってもですね、それは全く評価されないってことが従来の自然の人を採点実感から聞かれるとね、あの読んでると分かりますので、そこは十分気をつけてほしいんですよね。ですので、まあ、このマクリン事件判決がある以上これにのっとってね、ちょっとこれ原告にとって不利な判決にはなりますけど、一応こういう在留絡みのね場面でしかも外国人の人権が問題となってるっていう時はやっぱりこの判例から逃げることができません。でこの判例元に一生懸命でもそれでもね、この人権制約されている B さんの立場に立って一生懸命今回問題となっている法令が違憲だってことを言っていかなければいけないんですよね。だから憲法って大変なのはここなんですよ。だからなんとかね、あの覚えること少ないからなんとかなるってみんな思ってる方すごく多いと思うんですけど、実際にはちゃんと対策しないと全然なんとかなりませんのでね、こうなんとかなると思ってるのはもうみんな全員共通ですから、でもなんとかなんないんですよ。実際大変なんですよね、憲法の問題を処理しようとするとね。でちょっともうちょっと続きを読んでいきますね。この今の、このねちょっとこう空いてるところの2つ目のブロック、あすみません、上の方の3 4分の1ぐらいのところちょっと飛ばして、次のところね、丸1の自己決定権の侵害についてはっていう段落のところですけど、このね4行目でマクリン事件判決にもありましたよね。そして、この2行ぐらい下で権利性質からすれば妊娠等に関わる自己決定権は外国人にも保障されると、しかし同判決がね、外国人に対する人権保障は外国人在留制度の枠内で与えられずに過ぎないとして、まあ、人権として保障を受ける行為の在留更新の際に消極的な事情として、侵釈されることがねあり得るんだと。でこれに関しましてこの次の段落ね、B 代理人公としてはマクリン事件判決のこのようなやっぱ判断を踏まえつつね、ここの判決を無視して組み立ててもそれは結局あの裁判所で通用しない主張になっちゃうからダメなんですよ。どのねその当事者の立場でも従来の取材の採点実感は主要な判例と学説知ってること前提、要は訴訟で戦えるそういう理論構成を求めておりますのでね、ですのでまあこれから逃げられませんので、
まあ、これがあることを踏まえつつですね、本件のような場合には立法裁量が限定されるべきだという主張、これを組み立てていくということになるわけね。ちなみに常に判例に乗っかってればいいというわけじゃなくて、ちょっとこの事案はなかなかこのマクリン事件判決がダメだという理由がなかなか見つからないんでね、これ乗ってくるのは一つの作戦だと思うんだけど、まあ、例えば最高裁の判例でもおかしいというふうに思われて、例えば表現の自由とか精神的自由に対するこう判決で結構厳しいところがあるじゃないですか。でそういうところおかしいっていうんだったら、判例をちゃんと批判してその、ね、人権の重要性を主張して、その最高裁が言ってるよりも厳しい基準を立ててね、それで制約されている立法や処分が違憲だってことは言うとはいいんですけど、このマクリン事件判決に関してはとりあえずこの枠組み自体がおかしいっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。もともとその外国人の在留絡みに関してはやっぱりこの国家の主権に関わることですので、非常に立法裁量がやっぱ広い分野ですからね、それでその外国人が例えばその日本の公益に反するようなことを例えばやったときに、それを在留更新の際に消極的な事情として侵着しちゃいけないなんて主張をいくらこの原告の立場でやってでもそれはなかなか通らないと思いますから、やっぱこういう枠組みがあることを前提にやっていかなければいけないんだと思いますね。でそれをね、そうするとここで頭使わなきゃいけないよね。それでもなお、これが違憲だというふうに言うには、まずこの立法裁量が限定っていうところが今ありましたけど、さまざまな立論があり得るんだと。であくまでもなんですけど、この立法裁量が限定って要はさ、憲法全体の話でいうと何のためにするのかっていうと、立法裁量が逆に広い分野に関してはそこをね、例えばある人権を制約する立法を例えばこう立法機関がやったとしても、立法裁量が広いことに関しては裁判所ってあまり口出しをできないんですよ。それは三権分立の観点から当たり前なんですよね。立法裁量が広いところをその司法権が口出しするっていうのはまさに三権分立の根幹に反することになりますから、それできません。逆に言うと立法裁量が狭い分野に関して、例えば立法機関がむちゃくちゃなその、ね、立法をして人権を制約するということになると、それは今度人権救済機関である裁判所の出番になってくるわけですね。でそういう人権救済機関である裁判所が、その人権を救済しようとするときにじゃあどうするかっていうと、やっぱり厳しい基準を立てて、でその適用においても結構厳しい当てはめの、ね、仕方をして違憲という結論を多分導いていくことになると思うんですけど、そういう意味でよく立法裁量の広い狭いっていうのが問題になるんですよ、憲法の分野でね。ですのでここで言うこの立法裁量が限定されてるっていうのは、立法裁量が狭いゆえに立法機関の方は今回ね、その人権制約するような立法っていうのは作りにくいんだ、ゆえに、今回制約されてる立法がされちゃってるから、そこは裁判所はね、人権救済機関である裁判所は厳しい基準で判断するんですよ。そんな感じの発想なんだと思うんですよね。でそんな感じでですね、このあくまでも一例っていうところ、ちょっと数字にしてるところ見てもらえますかね。どういうところ指摘して立法裁量が狭いか、要は原告に有利な判断基準をね、審査基準を組み立てるためのその理由になりますけど、まず妊娠等が本人の人生にとって極めて重要な選択、これどういうふうに評価されるんでしょうねって言うと、例えばほらちょっと場面変わりますけど、二重の基準論、精神的自由と経済的自由とではね、例えばその精神的自由の制約立法と経済的自由 の規制立法よりも厳しい基準で判断されるじゃないですか。それって大雑把な話をすれば、権利の擁護性が高いものに関してはやっぱり人権、それを制約する立法がされたときは人権救済機関である裁判所っていうのはね、より厳しい基準でやっぱり審査することになるんですよ。ですので今回問題となっているこの、妊娠を、ね、する自由っていうものの擁護性が高いんだってことになると、それは一つ裁判所としてはそういう大事な人権を制約する立法がされたときにはですね、人権救済の観点から厳しい基準を、ね、導く、そういう要素に使われていくってことになってきますね。そういう形でここに書かれている事実って全部理由書いてないですけど、何か理由を、ね、皆さんの方でつけていかなければいけません。ここに挙げられている事実ね、なぜこれが、こういうとこ着目すると立法裁量が狭い、要は厳しい基準立てられるのかって話なんですよね。というわけでここですね、妊娠等が本人の人生にとって極めて、ね、重要な選択で、また人生においても妊娠等ができる期間が限りがあり、ほらこれ全部この妊娠をする自由の擁護性を高めるような事情ですよね。そうするとこういう、ね、大事な人権を制約する立法がされちゃったときは、人権救済機関である裁判所っていうのはやっぱそう結構厳しい基準で審査しなくちゃいけないことになってくるんですよ。ね、こんな感じで見ていきますよ。で、このあとね、2行ぐらいしたかな、自己決定権の中でも特に尊重されなければならないとか、大体全部同じような趣旨でね、書いてありますよね。であともう一つあれだね、このちょっと線引いてないんですけど、この私がこの線引いてあるところを先にまず見るとね、立法裁量には限界があるとして中間審査基準に書いてありますけど、その上のところですね、強制出国の事例であってマクリン事件とは事案が異なること、これどうやって使います、立法裁量のところにどうやって皆さん結びつけていきます、この強制出国の事例であってマクリン事件とは事案が異なるっていうのね。
マクリン事件は在留期間が満了したことを前提にその更新拒否が問題となる事案だったんですよ。でも本件はその、在留できる期間の途中で強制出国させられるっていう観点でちょっとこう人権制約の程度が厳しくなってくるんですよね。そうすると、はい、どうでしょう皆さん、これ、ね、なんで、そういうそのことが、厳しい基準を導くことにつながってくるのか、ね、そこを考えなければいけません。でそれはやっぱりその人権制約の程度、今度ねその要保護性の問題だけではなくて人権制約の程度が厳しければ厳しいほどやっぱりその人権の、ね、侵害の重大性というのが大きくなってくるわけじゃないですか。そうすると裁判所ってやっぱ人権救済機関ですから、そういう厳しい人権制約がされているときはやっぱりそういう制約が本当に憲法上合憲的に許されるのかどうかということを結構厳しく見ていかなければいけなくなってくるんですよね。ですからこれもやっぱり厳しい基準を導く要素になってくるんですよ。この原告の立場からね、厳しい基準を導く一つ一つの要素になってきます。でここに挙げられている事実はほんの一例に過ぎないわけで、まあいろいろ問題文を見たときに皆さんが自分でそれぞれ気づくところがあると思うんですよ。基本的に厳しい基準を導くにはまず権利の擁護性でしょ、典型的な二重の基準論があるじゃないですか、それだけじゃなくて例えばその制約の対応、まあ、そういうものが厳しければ厳しいほどやっぱり裁判所は厳しい基準で見て、本当にその、ね、制約が合憲的に許されるのかどうかということを見ていかなければいけないでしょうし、まあ、いろんなところ着眼できると思いますのでね、まあ、そういうところを見ていってほしいと思いますね。ただ面白いのが最終的にこれ今中間審査基準、これ要は B の立場ね、違憲だっていうふうに主張する人の立場で、まあ中間審査基準というのをやってるんですけど、これはおそらくやっぱりこう妊娠をする自由っていうのが多分表現の自由みたいなね、ところと違ってちょっと要保護性が弱いところがあるのを認めざるを得ないってことを前提に書いてる可能性ありますね、本当だったらその権利のね要保護性がもう表現の自由、政治活動の自由とかあれぐらい要は国民がねやる場合前提ですけど、まあ国民がこうやるような、まあ、政治活動の自由みたいな要保護性が非常にね民主主義を支えるすごい重要な要保護性があるようなものに対して何か制約されたときは裁判所は当然人権救済機関ですから、そんな制約が本当に合憲的に許されるかってことに関して、まあ、二重の基準の観点も踏まえてすごい厳しい基準で、まあ、見ていくのが大原則なはずなんですけど、これもともと中間審査基準なんだよね、すでにね。だからこれやっぱり、まあ、妊娠をする自由っていうところの要保護性は、まあ、一番厳しい基準っていうところにはちょっと無理があるかっていう価値判断は持ってるのかもしれないですね。ただ現場の、まあ、答案政策的な話をすると、まあ、要保護性すごい高いってことを言って一番厳しい基準を自分の立場で立てるっていうのは、まあ、そこはそこでありだと思いますね。ただ、まあ、地検交際員はなんか、まあ、この、ね、B さんの立場、要は違憲を言う人の立場でも、まあ、中間審査基準だっていうふうに言ってるのね。これはおそらく国民がやるような政治活動の自由とはやっぱちょっと違う、その要保護性の程度が結構もともと落ちてることが前提に、ただ今回みたいな事案が、の特徴からね、ちょっとこう権利の要保護性が高まってそれで中間審査基準に上げられるんだ、そんな感じの発想なんでしょうね、おそらくね。というわけで、まあ、結構このね基準をどんな基準立てるのかっていうのはすごくこう頭を使わなければいけないところになってますね。あとは従来のこの年だけじゃなくて、まあ、取材の人が特に採点実感が出ると本当に分かってくるんですけど、その憲法って配点がね大きく2つの点でされてまして、審査基準をまず定立するところね、そこの理由付けですよ。でこれ今審査基準の定立の話をしてたんですけど、この定立した基準に今度事案をほら適用してさ、まあ憲法でよくそれ当てはめっていう言葉使うの嫌いみたいで、具体的検討っていう言葉でもよく表現してますけど、まあ、いずれにしろその判断枠組みね、規範を立てた後それに事案適用して、まあ、具体的な検討をしていくんですけど、その2点ね、規範の定立の理由と、それからそれをね事案に適用するところの2点、そこのところですごくね点数が振られてるってところを、まあ、意識してもらいたいと思いますね。で適用のところに関しましては、この次のね今の、実績関連性の基準って書いてあるところをね、中間審査基準って書いてあるところのすぐ下のところですけども、まあ、その上で例えば、まあ、規制目的はで、これはなかなかね、まあ、どうでしょう皆さん、これ定住を促す生活状況を生じさせることを防止、まあ、ここはね読み取れると思います、問題文から。ただこの後の評価なんですけど、まあ、定住を、ね、促す生活状況を生じさせることを防止することによって定住を認めないという新制度の趣旨を徹底することであり、これは滞在期間を限定し永住や帰化を認めないという直接的な措置と比べて周辺的だから、だからこれで規範に戻ってますけど、重要な立法目的とは言えないんだ、これちょっと分かりづらいんですよね。これなんかその目的審査っていうよりは、その目的審査通った後の手段審査をしてるんじゃないかというふうにも読めなくもないんですよ、この表現しちゃうとね。だから、まあ、なかなか大変なんだと思います。で実際じゃあこのね今のこの趣旨、要は外国人のこの定住を促す生活状況を生じさせることをまあ防止っていうところ、まあ、そこをおそらくね重要性真正面から否定するのは結構まあ難しいところがあるんじゃないかと思います。なので、まあ、ここでね例示が上がってますけど、こういう形でちょっとこう難しい表現になっちゃってるのかなと思いますね。でそこで実際の答案ではね、この仮にって書いてあるところあるじゃないですか、この次ね、まあ、その目的の重要性をこの原告の立場で否定できないときでも、まあ、仮に目的が重要だとしても妊娠等がすべて定住につながるとは限らず合理性に
かける、これは手段審査のところで言ってますね。目的の、重要性ということで、目的審査をクリアしたことを前提に、手段が関連性がないからね、それで、違憲になるんだという主張になってます。だからどうしても皆さんが答案書くときに、目的一応ね、この本自分の立場で、原告の立場で、目的重要で、手段が実績関連性で基準、立てて、どうしてもこの重要性を否定できないというときは、そこでなかなか時間かけちゃってもね、時間の無駄になっちゃいますから、そこのところは仮に重要性否定できないとしても、手段がちょっとこう関連性がないって形で、さらっとね、書いていくのが一番いいのかもしれないですね。結構違憲の主張をする立場の人の時にね、その目的審査のところで結構困る時があるんですよ。特に今回の事案と違って、人の生命とか身体なんかを保護する立法目的のものがある時に、それをね、なかなかその目的自体がおかしいっていうのはすごく言いづらいから、それは設問1で違憲の立場で主張する人からしてもなかなかそこ否定できないから、そこは仮にね、その目的の例えば重要性、あるいは目的の必要可決性否定できないとしてもって形で、手段のところでね、それが過剰だとか関連性がないって形で勝負していくのが一つの手なのかと思いますね。で、一方ですね、この、国の主張、こちら今度立法裁量が広いということを言ってね、緩やかな基準を立てていかなければいけませんが、2ページの一番最後の段落ですね、下から4ゲームぐらいですかね、これに対して国の主張としてはということで、妊娠等の自由がね、憲法上保障されるとしても、出入国や国内での滞在は国家主権に属する事項。はい、皆さん、これどうやって使うんですか。これまずね、この国の立場からは、被告側ですけども、基準をね、厳しい基準で立てられちゃ困っちゃうからね、実績関連性の基準よりもできればもっと緩やかな基準を、中間審査基準よりももっと下の緩やかな基準を作りたいわけですけども、そういう時にね、なんでこれを言うんですかっていうと、やっぱり立法裁量が広いってことを言いたいんだと思うんですよ。立法裁量が広ければ広いほど、その立法の裁量の範囲内で、例えば何かある人権を制約する立法がされても、裁判所はあんまりね、細かくそう口出しできないんですね。それは三権分立の観点から当たり前なんですね。というわけで、立法裁量が広いっていうことをこうね、緩やかな基準を立てるために言っていくといいと思いますね。で、特にこれやっぱ説得力ありますよね。出入国は確かにね、国内での滞在は国家主権に属する事項ね、どんな人を外から受け入れるかっていうのはやっぱり国のね、主権の問題だと思うんですよね。それから妊娠等を理由に強制出国処分とすることについて、これでも理由これだけか、妊娠等を理由に強制出国処分をすることについてね、極めて広範な裁量が認められるということですね。で、この段階で一回多分一番緩やかな基準立てるんだと思いますよ。一言指摘ね、被告の反論のところはあまり長く書けないんで、端的にね、そのポイントついていかなければいけませんけど、ここで多分中間審査基準よりももっと緩やかな、目的が正当 で手段が合理的関連性ね、基準を立てていくんだと思います。で、あとはじゃあその、目的の正当性とか手段の関連性に関しては、この次のところですかね。子どもが日本で生まれ育つことにより、どうでしょう、日本の社会保障制度や保育教育医療サービスとの負担になる可能性があると、外国人のね、お母さんが妊娠して、子どもが日本で、この、養育を受けるようになってくるになると、いろいろお金かかりますよね、こういうサービスね。と、財政面の、問題も出てくると、いうことで、一応こういう立法目的は、正当っていうふうに言えるんだと思いますね、この国の立場からしたらね。そして、そういう一応正当とされた立法目的を達成するために、今回みたいに妊娠した人を強制送還させちゃうっていう法律を作ることには一応意味があるじゃないですか。そうすると合理的関連性の基準というのはもうその程度で関連性を認めちゃう、そういう一番緩やかな基準なわけですので、それで、合憲だっていう、ことが言えるんだと思いますね。で、そうすると一応、原告は原告でそれなりに、今回ね、人権制約が違憲だってことを言って、で、この国側の方は国側の方で、それなりの理由をつけて、合憲だってことを言ってるから、あとは本当に自分がどう考えるのかっていうのをちゃんとその都度その都度考えていくことが必要になってくるんだと思います。共に両者、判例や学説を踏まえてね、その常識外れな主張をしないで、それぞれ立論していることになってますので、後のところはね、自分が本当にどうするかっていうのを正直に考えてもらえればいいんじゃないかと思いますね。今回一つあれですよね、なんかこの通常の出入国管理の制度を離れてこの法律だけ見ちゃうとね、なんか結構ひどい法律なんじゃないかというふうに思うかもしれないですけど、もともと問題文の方のですね、ちょっと問題文の冊子見てもらえますかね、もう一つのね、問題文の冊子のところの最初の1段落目ですね、ちょっとこう長いんですけど、1段落目の1行目、いろいろここね、立法事実が書かれてますね。その今回その人権制約が問題となっている、立法する社会的な必要性とかそういうのが書かれているんですけど、1行目で少子高齢化の影響で日本では労働力の不足が深刻化だと。で、そこでね、外国人の人をどんどん受け入れなければいけないということになるんですけど、このブロックのね、今のこの段落の
ちょっと下から数えた方が早いんで、下から数えちゃいますと、下から 1,2,3,4,5,6 行目ぐらいかな、このようにって書いてあるところがありますかね。今の1段落目ね、ちょっと長いですけど、1段落目の下から6行目、このようにって書いてあるところの後、外国人が非熟練労働者の受け入れについては現行の出入国管理制度とは大幅に異なる枠組みがまあ必要なんだと。もともと外国人の出入国に関しては、まあ、このね、出入国管理及び難民認定法っていうのがあるんですけど、それとは別の枠組み、まあ、それを適用しちゃうとなかなか労働力不足が、あの外国人受け入れてね、労働力不足を解決することができませんので、それとは別のこの立法の必要性から特別の、ね、こう法律を設けている、そういう事案だってこともまずあの意識しておくといいと思いますね。だから非常に基本的には立法裁量がちょっと広いんだっていうことを前提に、まあ、あとは自分がどう考えるかね。一方でそのほら妊娠する自由だってさあ、もちろん大事そうじゃないですか。だから本当に迷うと思いますから、そこをね正直に思うところを書くと、そこが点数になるんだと思います。さて、じゃあ今度ねちょっと時間が短いもんですからね、次、憲法の方終わりまして、でちなみにあの5ページのところ基本知識ね、マクイーン事件判決の話書いてありますんでね、まあ、実際政治そのさっきのね、消極的事情として審査がどうのこうのっていうのは、6ページの方に書いてありますけど、まあ、これのところはね後で読んどいてもらえればと思いますね、必要な方はね。で今度7ページですね、行政法です。行政法の司法試験の問題に関しては、これはやっぱりあの毎年毎年ですね、設問が手が込んでまして、やっぱりこう誘導にいろいろこう会議録がね問題文の中にこう長々とこう載ってるんですけども、それに従って単に設問だけ見てそこに答えるだけだとね、なかなか合格点取れなくてですね、その問題文長々とまあその会議録っていうのが載っかってて、誘導がいろいろされてるんですけど、そこにこう沿ったような答えを作っていかなければいけません。でそうするとそれはよほどね過去問に慣れてる人じゃないとできませんから、実際に行政法でね安定して合格点取ろうと思うんだったら、最低でも直近の過去問最低でも6年分ぐらいはね、あこの年度の問題はこんな感じの事案が出て、でそれをこんな感じの法知識でこういうふうに処理したなっていうイメージができてないと絶対時間足んなくなりますね。本当に大変なんですよこの司法試験の行政法は、まあ、皆さんも過去問1回ぐらい最低でもこれ見てると思うんですけど、大変なんですね。ですので、まあ、今後皆さんがね行政法で合格点、取ろうとするんであれば、ちゃんと、最低でも直近6年分ね、あんまり後ろの方を、まあ、遡ってもちょっと傾向変わっちゃうんで、まあ、本当に直近のやつから、まあ、もちろん遡っても構わないんですけど、優先順位としてやっぱ直近のやつからあのだんだん遡っていくと、まあ、いいと思いますけどね。それで慣れていくといいと思います。で知識面ではね、そんなに細かい知識はね必要と、されないことが多いですね。やっぱりその場の誘導に乗ってちゃんと深く問題文分析するっていう力が結構試されてるんですけども、この1個目の段落のところで、今回のポイントはですね、この5行目ぐらいかな、ちょっと問題っていうところを太字にしてね、その後線引いてます、5行目から6行目にかけてね、問題は本県指導の、ね市町村のね、この指導の路線がまだ廃止されてない状態における本県フェンスを撤去させるための抗告訴訟、これが設問1で聞かれてますね。なんかね、こう突然フェンスをこう、ね、私自身が立てちゃったんでそれをどかしてほしいというのを、ね、別の住民がまあ言うわけなんですけど、それを行政の方にお願いするにはどんな抗告訴訟をすればいいのかってことね。でこれはあの、まあ、大雑把に言えば義務付け訴訟ね。で特にこれ申請権がないんで非申請型の義務付け訴訟をするんだってことがあの気づければよかったんだと思いますね。だから聞かれてるね、あのその必要な知識は大したことないんですよ。にもかかわらず行政法で合格点が取れないっていうのはやっぱりこの過去問の検討不足なんだと思いますね。要は慣れてないからなんだと思うんですね。この非申請型のね義務付け訴訟の訴訟要件ぐらいはちゃんと事前に皆さんちゃんと勉強してると思いますからね。それからこのね次の続きのとこですけども、抗告訴訟（設問1）およびこれあの本案の方になりますね、まあ、Y 市長が本件指導を廃止した場合を想定した取り消し訴訟ですね。この2つの手段まず大雑把に出てますね。でこれに関してこの次のね、2行ぐらい下のところでちょっと線引いてあるところを見てください、1個目の段落の下から3行目の終わりの方ですかね、非申請型義務付け訴訟における訴訟要件、まずこれ聞かれてます。それから一定の処分がされないことの違法事由、これは本案の中身ですね。あともう一つが取り消し訴訟における処分性、まあ、これは訴訟要件のね一つですよね。それからその本案の違法事由ということで聞かれていることは本当に単純ですね、非申請型の義務付け訴訟の訴訟要件とあと本案の中身、それからもう一つは処分のね取り消し訴訟の、訴訟要件の一つの処分性の検討とあとこの本案の、ね、中身、まあ、これを聞かれているということになってきます。で事前になんか細かい知識がいるかというと一切いりませんから、本当に、ねこの過去問に慣れているかどうかというところが大事なんだと思いますね。でこのあと次のところね、本当に基本に忠実なんだなというのが分かると思うんですけど、この次の設問 1-1 という段落見てください、非申請型義務付け訴訟の訴訟要件に関する基本的な理解を問うものになってます。で普通に要件をそのままちゃんと当てはめを、ね、していけば、まあ、いいわけですね。
行訴法36項1号および37条2の規定に従って本件変数を撤去させるための、ね、道路管理者 Y 市長が道路法71条1項の規定に基づき行うべき処分、まずこの条文上の要件、ね、一定の処分というふうになっているんですよ。これはなんとなく処分してくれっていうふうに、ね、お願いしても行政庁は何をやったらいいのか分かんないし、そういうものを裁判所が、ね、行政庁に何かやれっていうふうに命じるのはあまりにも三権分立の観点から不当な干渉になっちゃうんですよ。ですのでその求める、ね、処分をちゃんと具体的に特定することが必要になってきます。でこれはね、あの過去の過去問で も出てたんで、非申請型の義務付け訴訟ね、なんでちゃんと過去問検討してると人はちゃんとやるはずなんですよ、こういうところね、一定の処分。そして次の段落でもう一つ次の要件ね、重大な損害を生ずる恐れですね。でこれに関してはあの条文上考慮要素が書かれてますから、まあ、損害回復の困難の程度を考慮しね、損害の性質程度、処分の内容性質を勘案した上で、これ全部あの条文上の、ね、処理をしてますね。本件指導を、X が小学校への通学路として利用できないことと、X らが災害時の避難路として、ね、利用できないこと、これが、ね、本件の非侵害利益ということになりますけど、まあ、それぞれ、ね、それが重大な損害に当たるかどうかということを論じるということですね。というわけでここのところ別にあの従来の、ね、あの過去問に慣れていればもうこういうところを落とさずに普通に、ね、条文に即してちゃんと検討することになると思いますから、まあ、本当日頃基本的な知識をちゃんと入れて、でかつそれだけだとやっぱあのこの行政の試験は難しいので過去問に慣れるってことが大事ね。直近6年は最低でもやってほしい。できればまあ7年分8年分とね遡っていければまあいいんですけどね、まあ、本当に6年分ぐらいはどの年度に、この年度はこんな感じの事案が出てそれをこんな感じの行政法の知識を使ってこういうふうに処理したなっていうイメージができてないとね、なかなか時間内にね書き上げるのは難しいと思いますね、行政法はね。で今度次ですね、次の段落、損害を避けるため他に適当な方法ですけども、まあ、参考判例、に示されているように、ね、通行の自由権を主張して、民事訴訟による A に対する妨害排除請求権の可能性があることを指摘して、それが他に適当な方法に当たるかどうかを検討すると。これは基本知識で勉強することですけど、例えばあのほら原子力発電所の、ね、まあ、民事差し止め訴訟とそれからその設置許可の、ね、無効等確認訴訟、そちら抗告訴訟ですけど、それともにほら認めているのが判例じゃないですか。まあ、例えばその民事訴訟の方に関しては人格的な、まあ利益をこう主張して、ね、言ってるものであって、で広告訴訟の方は広告訴訟のところで、まあ、処分のその処分要件のところを着目して、まあ、言ってるものだから、一応こうね、その一つが認められ一つがあればもう一つの方が別にいらないっていうそういう関係になってるわけじゃありませんので、ね、まあ、それぞれこうちょっと違いがあるところを踏まえて他に適当な方法があるが、まあ、本件に関してはどうなのかというのを自分で考えなければいけませんけど、いずれにしろ今の基本知識があること前提じゃないとあのそもそもそういう視点が持てないから、ね、だから、ちゃんと基本知識を入れておかないといけないところね、特にあのその文字の事件ね、今民事の差し止め訴訟が提起されてるのに広告訴訟としての、ね、無効設置許可の無効等確認訴訟、それがいけんのかどうかって形で、あちら補充性の問題として、ね、無効等確認訴訟の補充性の問題として、まあ、されてましたけど、そういうのと同じような問題がちょっとこう、ね、訴訟の、形式を変えて聞かれてるということになってきます。であとは、原告適格ですけども、これはまあ出題品質のところですね、非申請型の義務付け訴訟っていうのはですね、結局あの第三者の原告定格取り消し訴訟のね、処分の名当て人じゃない第三者が原告定格があるかどうかってことを判断するときに、あの9条2項に即してやることになりますので、まあ、それに即してねやっていくってことね。でこれ本当に過去問で確か26年かなんかも同じような問題出てましたけど、あっちに慣れてる人は多分これ難なく処理できたんだと思います。ここのところね、原告定格もまあさっとね、あの多分26年の問題もそんなに長く書くあの事案じゃなかったんで、この非申請型の義務付け訴訟その訴訟要件のところはね、あれ慣れてるとさーっとこういけたんじゃないかと思いますね。というわけで、まあ、過去問分析は徹底的にやっていきましょう。本気でね、あの行政法で合格点取ろうと思うんだったら、もう本当に過去問分析がすごい大事になってきますね。あとは、このね、大雑把な話しますと、うちの設問1の括弧にとか、あと設問2の括弧にですね、これいずれも本案なんですけど、本案の問題に関しては本当に毎年毎年あのその処分のまず根拠法令に着目をして、でその裁量の、ね、有無をしっかり見ていくっていうところ、そこのところがずっと問われてます。だからこれは本当に過去問に慣れていくしかないでしょうね。ここのところはあの本にあんまり書いてないからね、その個別法の解釈になるんだけど、そういうのはあの事前に本で学ぶことじゃなくて、やっぱ過去問を通じて学ぶことですから、その本案のところはね、しっかりと過去問の分析を通じてやってもらえればと思いますね。まあ、ちなみにこの、7ページの一番下のブロックのところですけど、説明1括弧2はっていうところですけど、道路管理者による一定の処分がなされないことが違法であるかどうかを論じさせるんだと。で道路法71条1項1号はこの法律に違反しているものに対してまず監督処分が可能だってことね。だ今回あの、フェンスを勝手に立てちゃった人がいる、道路にねあのフェンスを勝手に立てちゃった人がいるんですけど、まあ、監督処分でなんとかねうまくどかしてくれよということを言いたいんだと思います。でまず、A による本件フェンスの設置行為が道法43条2号に違反しているかどうかを、道路管理者の要件裁量の有無も含めてね検討しなければいけないってことね。でさらに
その仮にこう、ね、違反するんだとしてもその処分をするかどうかということに関しては効果裁量があるんですよ。それが下から3行目のところですけどね、まあ、要件裁量効果裁量のところをまあしっかりと分析して見ていくことになってきます。でその時ね、大事なのはやっぱりこの下から3行目の一方でっていうところ、途中のところですけどね、一方でっていうところの後、 X らが受ける本件、非侵害利益他方でね、 Y 氏が主張するような諸事情が裁量権を行使するにあたって考慮すべき事項に当たるかどうか、考慮するにあたってどの程度重視されるのかってことをまあしっかり見ていくわけね、まあ、処分の根拠法令をしっかり見ていって、こういう利益になんかつながるようなね、なんかヒントになるようなことがあるのかどうかっていうのを、まあ、毎年毎年読み取らせるような問題ずっと出てますから、まあ、そこのところはとにかくね、あの過去問の方に慣れていくとこういうところは自然にできるようになってくると思いますね、徹底的にね。で逆に言うと過去問ちゃんとやってない人って、あのこういうところって本当に難しいと思います。あのここのところね、過去問をやっていくしかないってことね。インプットではなかなかこのインプットで勉強することじゃないのでね、実際に問題演習を通じてやっていくしかないということになってますね。あとは8ページのところで、この取り消し訴訟の処分性のところなんですけど、これもまあ過去問の傾向からするとね、その具体的なその処分の根拠法令に着目して、で具体的にそれでどんな法的な効果が生じているのかということをよくね分析してあげるということですね。ほら処分性の定義って判例で、ね、直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているものってよく言うじゃないですか。でそれはみんな覚えてるんだけども、それを具体的に使いこなすには、じゃあその処分の根拠法令が果たして本当にどんな法的効果をその国民に対して直接ね及ぼしているのかどうかってことを、まあ、見ていかなければいけないんですね。それを、まあ、ずっと聞いてますね。でこの問題に関しましては、この1行目の終わりの方から2行目にかけて線引いてあるところですけど、Y 市長が道路法10条1項に基づき行うことが想定される本件指導の路線廃止が、まあ、路線廃止されてしまうとね、そこを普段あの日常使っている人が使えなくなっちゃうという点で不便を、まあ、強いられることにはなるんですが、まあ、そういう路線の廃止がね、行走法32項に定める、まあ、これ要は処分のね、まあ、定義長いやつですけど、まあ、処分に当たるかどうかを検討することが求められるんだと。で設問に示されている D 弁護士の指示に従って、まあ、ちゃんと誘導がされてますんでね、しっかり会議録の方の、方に乗っかってね、誘導に乗って、道路法の規定を分析で、道路の、区域決定や共用開始やこのね敷地所有者、道路通行者に対してどのような法的効果を及ぼすかどうか、まあいろいろね、この道路が廃止するされ道路が指定されたりとか道路が廃止されることでいろんなこうね影響を受ける人が出てきますけど、そういうところを着目してどんな法的効果があるのかってことをまあ見ていきますね。で道路法10条1項に基づく Y 市長による本件指導の路線の廃止が、まあそういうね法効果を一方的に消滅させるんだっていうふうに評価できるんであれば、まあ処分性がね肯定されることになってくるってことになってきます。でこの下から3行目の途中のところですけど、道路通行者については当該、ね、指導を生活上不可欠な道路として利用していた通行者の生活に著しい支障、ねまあ、問題文読んでいくとこういうなんか不便が強いられるんだなってことが読み取れると思いますから、まあ、こういうのが、ね、その法的効果、要は処分の根拠法令から導かれる、ね、その法的効果に何かつながるのかってことをしっかりと分析することが大事になってきますね。あと皆さんが今後受ける試験との関係で大事なのは、特に、ね、この設問2の括弧2のところの最後の段落のところなんですよ。あの裁量基準というふうに言われているものがあるんだけど、これって司法試験の論文試験ではすごく品質なのね。あの刑事訴訟法の方だとよく伝聞証拠がまあ出るんですけど、それと同じぐらいね、この裁量基準とか内部基準と言われているものはすごい品質なんですよ。ここずっと出てますね。でこの最後のところまたっていうところですけど、Y 氏は道路法10条1項の路線廃止について、隣接土地所有者の同意を必要とする内部基準、まあ、あのその指導を廃止するとね、それを普段使ってた人がまあ不便強いられることになるんですけど、まあ、でもその、指導の廃止にあたって別に法律ではその隣接土地所有者の同意がいるんだってことは書かれてないんですけど、その市の内部基準でね、そういうことを定めてるんですよ。法の方には明文では規定してないんですけど、それを内部基準で定めてます、まあ、でそれをウェブサイトでまあ公表してます。で本件において当該内部基準のまあ法的性質とか、これずっと例年あの取材の趣旨に書かれていることですね。もう何回も出てますけどね、この内部基準絡みね、通達とか要項とか、まあ、今回みたいに内部基準で書かれたりとか、その他いろんなガイドラインとか、まあ、とにかくいろんな言い方するんですけど、その法令とは違ってね、とにかくその外部効果がなくて行政内部でしか使えないようなものね、そういうのを全部一切合切まとめて内部基準っていうふうに言いますけども、まあ、そういうね内部基準の法的性質、まあ、これが裁量基準だってことをちゃんと気づかなければいけないと思うんですよね。処分の根拠法令そのものじゃなくて、その処分の根拠法令を行政庁の方がね、その適用して処分をする際のその裁量基準にまあなるんだってことをちゃんと見抜いてですね、
そして本件において隣接と所有者である XR の同意が得られていないことが、まあ、裁量権の範囲の逸脱乱用の有無にどう関係するのか、まあ、この同意がないと廃止できないって勝手に内部基準を定めちゃってますけど、別に法律ではそういうことはね、処分の根拠法令ではそういうことを定めてませんから、まあ、そういうことでね、その内部基準のところとの関係で裁量に逸脱乱用になるのかどうかってところがね、ちょっと問題になってますね。でこれまでの過去問からするとですね、内部基準が出た時のその検討の方向性は大きく2つのものに分かれてきます。それはある処分の根拠法令があるときに、大体その処分の根拠法令っていうのは、まあ、法律の性質上しょうがないんですけど抽象的なんですよ。でその抽象的な法律を各行政庁がこう適用しようとすると、やっぱりその行政庁ごとにちょっとこう不平等なね、この処分の適用がされる可能性がありますから、そういう不平等を避けるために、まあ、基本的に裁量基準というのを定めておくことが望ましいわけですね。でそういうその、行政の統一を確保するために裁量基準が定められたときにはですね、その裁量基準に従って処分をしてくれるんであれば、仮にその裁量基準の内容が処分の根拠法令の、ね、趣旨を表しているものとして非常にまあ正しい内容のものであることが前提ですけど、そういうときにその処分の根拠法令に従って処分してくれてれば、基本的にその処分は適法になるはずなんですよ。処分の根拠法令の趣旨に従ったまあ処分がされているということで、基本的には適法になるはずなんです。でも今回はそういう事案ではなくて、ちなみに今みたいな事案はこれまでの過去問でずっとまあ聞かれてたんですけど、去年からちょっと傾向変わってね、今年の過去問と去年の過去問がそうなんですけど、あるそういう処分の根拠法令を具体化する裁量基準を、まあ、一応内部基準で定めてるんですけど、その裁量基準があるにもかかわらず、その通り処分しない場合を去年と今年出すようになってきたんだよね。今まではなんかちょっと不合理な内容の裁量基準を立てたときに、それに従って処分やっちゃったらちょっと、それは法の趣旨と違う裁量基準を適用しちゃってるから、もう処分の根拠法令に違反した違法な処分じゃないかってことが問題になった時があったんですけど、今回一応裁量基準があるような中でそれをこう使わずね、やっちゃうというようなところ、善意の同意がなければ指導廃止できないっていう裁量基準があるのに、同意がないまま廃止しちゃってるんですよ。そういうちょっと、今までとね違った角度の方から聞くのがこの問題ね。でこの点に関してはちょっとこれはすごい大事なことなんで、基本知識をちょっとご説明していきますね。9ページのところ見てください。これ今後皆さんが多分こう使える知識なんじゃないかと思うんですけど、まあ、裁量基準っていうところですね、この上のところ行政庁が処分しようとする際、まあ、処分するかしないか、処分するとしてどのような内容の処分をするかについて、処分の根拠法令が、ね、行政庁の判断の余地、行政裁量を認めている場合に、まあ、行政庁の恣意的な裁量権の行使を防止して、ね法律による行政法の一番根幹の原理はこれね、法律による行政なんですよね。三権分立の観点から立法機関がまず抽象的な法律を作って、でそれを行政機関の方で適用してね、具体的な処分をするっていうのが、まあ日本のね三権分立のまあ発想なんですけど、まあ法律による行政の原理を実現するために行政庁が裁量権をね行使する際のよるべき基準、裁量基準、これを処分の根拠の趣旨目的と適合するね合理的な内容の行政規則を定理することがまあ要請されるということね。まあどんな処分の根拠法令でも、まあ法律の性質上全部抽象的だからそれを例えば国の法令をさ、実際それを適用するのが都道府県レベル、あるいはそれをもっと末端のね市区町村ってことになってくると、同じ法律を各市区町村全国 何百個あるんだっていう話になると思いますけど、それを人ごとにこう適用しようとすると結構こうバラバラな、ね、処分がされる可能性がありますよね。でそれを不平等にならないようにするために、その法の処分の根拠法令の趣旨に合ったような裁量基準を立てるべきなんですよね。でそれがここの話になってます。で今度ね、そういう裁量基準があるのにそれに従わずにね処分しちゃった場合の適用性はどうなっちゃうのかっていうのがこの最後のブロックですね。でここです、法律による行政の原理から処分はその根拠法令の要件を、ね、満たすときにすることができるところね、ここ大原則ね、もうここをずっと忘れないでくださいね。法律による行政ってことで、処分の根拠法令はその要件を満たすときに、ね、することができるのね。で三権分立の発想も忘れないでくださいね。国会が、ね、立法機関がその法を作ってそれをまあ行政庁がまあ適用するっていうのが、ね、今の三権分立のまあ大原則なんですけど、それを勝手に行政庁が自分の適用する立法をしちゃいけないんですよ。そこのところね、まず法律による行政ってのはそういうところ、そういうことをやることによって、まあ、人権侵害が防止できるわけですよね。行政権というのは歴史的に人権侵害のもう典型的な主体なんですよ。国王が昔からね、まあ、日本に限らず世界的に見て、国王というのがまあ勝手に自分の都合の悪い人を弾頭台に送って首を切ってというふうにやってね、立法もやって行政もやって全部一人で実権を握って、それでまあこう人権侵害というのをされてきてるんですけど、日本はそれを許さないんですよね。その三権分立になってます。それを実現する手段がまあこの法律による行政ですから、すごく大事なんですよ。この一行目のところは絶対忘れないでください。これは常にこの問題だけじゃなくて、ずっと本案のことを考えていくときは常にこれだからね、頭の中のどっかにね、答案に書くとどうかは別ですけど、ここなんですよ。法律による行政なんですよね。
だからほらよくさ他の年度の出題の趣旨に処分 の, そのほら根拠法令 の, その趣旨とかを明らかにしろっていうふうに言ってるじゃないですか。その処分の根拠法令の趣旨ってのは誰が決めたかって言ったら立法機関が作ってるんですよね、で決めてるんですよね。でその趣旨に合った処分をしてれば基本法律による行政がちゃんと実現されてることになるわけですから、まあ、人権侵害の恐れが防止できるわけね。そういう発想がもう本当に根幹にあるわけね。だけどもう一回、法律による行政の原理から処分はその根拠法令の要件を満たすときにすることができるところ、まあ、処分が裁量行為である場合、まあ、法解釈の統一性や処分の行為を図るためにね、裁量基準が通達や要項などの内部基準で、ね、定められたときに、その裁量基準の内容に反する処分の適用法制は次のように考えられます。でこれはねどうでしょう、こんな感じで説明するのは。まず裁量基準が処分のまずこの処分の根拠の内容に合ってないとも困っちゃうんだけど、処分の根拠の趣旨目的に合致し内容の合理性が認められるためですね、その処分の根拠の正しい解釈に発されたものと言える場合は、その裁量基準に従って処分するとどうなんですかっていうと、一応ほらその法律通りの処分がされてる感じになるじゃないですか、ね、その裁量基準の内容がちゃんと法の趣旨に合ってるってことになれば、その基準に従って処分をするとその処分は法律による行政の原理にかなうことになりますよね。ですので、この今の段落の4行目、行政庁は処分の際にその裁量基準を十分考慮して処分をすべきことになってきます。本件でいうとその指導を廃止するにはその隣接土地の所有者全員の同意がいるっていう、そういう裁量基準を立ててるんですよ、まあ、処分の根拠法令にはそういうことは書かれてないんですけど、おそらくそれを作った行政庁の方はね、当初まあ、そういうのが多分法の趣旨なんだなと思って、まあ、全員の同意がいるんだ、指導を廃止するとやっぱりそこを普段使っている人が不便を強いられますので、そういう人の利益をおそらく守るために全員の同意がいるっていう裁量基準を作った可能性があるんですよね、内部基準を。というわけで、今のね下から5行目かな、行政庁は処分の際にその裁量基準を十分考慮して処分をすべきことになるわけですよ。それが、そのね法律による行政になるわけです。それにもかかわらず行政庁がその裁量基準の内容に反する処分をすることは、今回これやっちゃってるんですよね。裁量基準では指導を廃止するには全員の同意がいるっていうふうになってるんだけど、全員の同意がないまま廃止しちゃってます、そうすると、その個別事情からそれを考慮すべきでない特段の事情がない限り、まあこういう例外事情はあると思うんだけどね、この形式的にね、基準を守ってむしろ法に反するような処分をしちゃうといけませんので、こういう例外認めざるを得ないんですけど、そういう特段状がない限り処分の際に考慮すべき事項を考慮していないものとして裁量の逸脱乱用で違法になっていくんですよ。そうするともう一回取材の紙見てください、またっていう最後の段落のところね、8ページの一番最後、Y 市道路法、 Y 市は道路法10条1項の路線廃止について、隣接土地所有者の同意を必要とする内部基準を定め、まあ、根拠法令にはまあないんだけどね、とりあえず内部基準で全員の同意がいるっていう内部基準を定め、これをウェブサイトで公表で、本件において内部基準の法的性質、それからねこれはまあ裁量基準ですけど、本件において隣接土地所有者である XR の同意が得れてないことが、まあ、裁量権の逸脱乱用の有無にどう関係するのかってことね。だから処分の根拠法令の趣旨を解き明かしてですね、こういうその隣接土地の所有者の利益を守んなければいけないんだっていうふうに皆さんもし思うんであれば、おそらくこの裁量基準って内容が不合理なものじゃなくなってくると思うんですよ。でそういう時に内容が合理的な基準が定められている、要はね法の趣旨に合うような内容が合理的な基準が定められているにもかかわらず、その通り処分しないっていうのは、まあ、むしろ特段の事情がない限り違法になっちゃう可能性があるからね、まあ、そういうところの視点から考えてもらえると面白かったかと思います。ちなみにこれは去年の問題も同じ発想、あとさらにその前の発想は今度逆にその裁量基準の通りに従った処分がちょっと問題があるんじゃないか、要は法の趣旨に合わない裁量基準もあり得るわけですから、まあそれに従って逆に処分しちゃうと問題出てくるんですよね、まあ、そういう形の問題も出てくることもありますので、そこは気をつけてください。あとはあれかな、これまでの過去問の傾向からすると裁量基準 の, 内容が法の趣旨に合ってるんだけど、まあ普通ねその通り、まあ、処分をしていれば何ら問題はないんだけど、やっぱ個別事情審査義務っていうのが出てくるんですよ。たまにその特殊な事案があって、その裁量基準の通り形式にやっていたんだと、それはそれでやっぱりちょっと法の趣旨を反しちゃうという時があるんだけど、そういう時の個別事情審査義務のところを聞くような問題が、それを26年より前はねずっとそんな感じのが出てましたね。だからこの裁量基準絡みの問題はずっと司法試験の過去問一貫して深い問題が出てきますので、もう本当に過去問徹底的にやっていかないといけないですね。これ慣れてないのも絶対合格点取れないと思いますからね。というわけでそんな感じでやってください。今度民法ですね、まあ時間がちょっと押してますのでね、少し短縮してやっていきますけれども、民法に関しては、これが面白いのがね10ページのところなんですけども、まず最初、本門は A が隣接する B 所有の公土地の一部を、要は他人物賃貸借をねしちゃってね、それで、まあ、賃借権の実行取得なんかが問題になったりとかする、そんな感じの事案なんですけども、ちょっと見ていきましょう。括弧1、 A が隣接する B 所有の公土地の一部を自己所有の乙土地とともに C に賃貸。だからこれ要はね、A が勝手にほら B 所有の土地を貸しちゃってるんですよ。一部ね、一部自分のもの貸してるんだけど、その一部の他のところは他人のもの貸しちゃってるんですよ。C に賃貸で、
C が乙土地及び交番部分の上に塀建物を建築して診療所を営んでいたと。で B が C に対して所有権に基づき交番の、ね、明け渡しを求めた、そんな事例が、まあ、設問1になってますね。でこれは、まあ、基本的に他人物賃貸借ですので、まあ、債権的には当事者間では有効なんですけど、でもそれを所有者に対して対抗することはできないんですね。でそこでその明け渡しを受けた人がじゃあ勝つにはどうしたらいいかというと、本件はちょっとこう、結構長い期間占有していたってことがありますので、この取得事項ね、賃借権の取得事項が問題になってくると。で賃借権の取得事項に関して参考になるのはこのね10ページの一番最後のブロックのところを見てください。で基本知識になりますけど、この下から4行目の判例ってあるじゃないですか。10ページの一番下のブロックの判例ね、この昭和43年の10月8日って、まあ、基本知識でみんなが勉強している判例でね、不動産賃借権の、取得事項が認められるってことを言った判例なんですよ。でこの要件ね単純で、ここにちょっと線引いておきましたけど、この下から3行目、不動産の継続的な要求という外形的事実と、その賃借、それがね賃借の意思に基づいているということが客観的に表現されていることなんていうふうに言ってるんだけど、これ皆さん覚えてるはずなの。ちゃんと合格点取るような人はね、これ担当でも聞かれるから絶対覚えてるはずなんですよ。ただ論文試験ではこれこのまま使えなくて、当然ほら取得事項って、まあ10年のね取得事項と20年の取得事項がありますけど、要件で全然これだけじゃ足んないじゃないですか。所有権の取得事項との関係を考えて、ちゃんとその賃借権の取得事項に必要なね要件全部立てなきゃいけないので、その点が、この今のブロックの、2段落目のところになりますね。上から4行目です。判例はまあこの2つ単純で言ってるんですけど、これだけではダメですから、この、ね、2段落目、民法163条162条2項によると、賃借権の今回の短期の、ね、取得事項なんで善意無価質までまあ要求されるやつなんですけど、賃借権の10年の取得事項の要件は、こちらね、10年間賃借権を事故のためにする意思を持って平穏かつ公然と行使することでなってますね。で賃借権の行使の開始の時に、10年の場合は善意無過失が要求されますのでね、この、賃借権行使の開始時ね、善意かつ、過失がなかったこと、これが要件になってますので、ここのところは気をつけてください。だからここ判例知ってるからつってこれ飛びついちゃってね、この要件満たしてじゃあ10年の賃借権の取得事項が OK っていう話じゃありませんのでね、これは一般論として、まあこのそもそも不動産賃借権取得事項っていうのはそもそも債権、そういう賃借権みたいなね債権っていうのは対象にならないんじゃないかっていうのが一つ議論されてて、で別にそれはそういうことはないんですよってことを言ってる判例ですのでね、この判例の要件満たしたからといって、これで、賃借権が認め、賃借権の不動産の自己取得が認められるわけじゃないから、ちょっと読み方は気をつけておいてくださいね。でちなみに今の、要件の中でですね、この2段落目の3行目の終わりの方から4行目にかけてなんですけど、ちょっと線引いて太字にしてるところです、賃借権を行使することは、この今ね要件の一つに挙げられてた賃借権を行使することは民法601条によると物の使用及び収益なんだと。でまた事故のためにする意思は、賃借権の取得事項については、まあ、所有の意思ってわけにいかないからね、まあ、賃借の意思になってくるわけなんですね、まあ、こういうふうに最終的に要件具体化してこの後当てはめが始まります。で判例はじゃあどういう文脈で説明されているのかというと、この下の直書き、2行ぐらい下の直書きのところですね、賃借の有無は客観的に定められるというところ、ちょっと判例抜きでまず解説してあるんですけど、で判例はここの部分に整合するということを要は言ってるんですよ。この賃借の意思の有無は客観的に定められるというふうになって、でこの後判例ってなってね、判例も、不動産賃借権の取得事項の要件として不動産の継続的な要求という外形的事実と賃借の意思が客観的に表現というふうになってますよね。ですので、まあ、この判例が全ての要件を見てるわけじゃありませんので、そこは十分気をつけておいてください。であとはねちょっと時間の都合で今日ねご説明したいのは特に設問3のところをね見たいんですけど、そこ行く前提としてね10ページの一番上の段落ちょっと戻ってください。ちょっと概要ね全体の概要を説明しちゃいますね、4行目の途中のところになります。まあ今ねその不動産の他人物賃貸借がされた事案で不動産賃借権の取得事項が設問1でまあ問題になったんですけど、その後、4行目の途中のところです。でカッコ2、その後に A が B 所有の公土地の一部を買い受けて公土地を港湾部分と交通部分にまあ分泌してね、でその旨登記しました。で C が D との間で塀建物について賃貸借契約を締結したことから、まあ、A が C に対して、まあ、賃貸借契約を解除する旨のまあ意思表示をまあしたということになってますね。これ要は解除の主張としては、まあ土地の賃貸借におけるその無断転貸をしたんだということを言いたいんだと思うんですけどね、まあ、実際これが無断転貸になるかどうかというのは、検討しなければいけません。土地の賃貸借契約においてそのまあ土地の借り主って当然ねその後自分の所有の建物を土地の上建てるじゃないですか。でその建物を他人に貸しても一応判例はそれを無断転貸、土地の賃借権の無断転貸とは言ってないんですよ。でもこれを解除の主張している当事者としては多分これ無断転貸っていうふうに言いたいからそういうふうに言ってるんだと思うんですけど、まあ、そこのところ本件の事案においてね、まあ判例は一般的には土地の賃貸借において、土地を借りた人がねその自分の建物を建ててその建物を他の人に貸しても土地の無断転貸にはならないんだけど、今回それを無断
断転退だということを主張している人がいるから、まあ、本件の事案に即して、ね、これが無断転退になるかどうかということをまあ見ていく、そういうのが設問になってますね。でこの続きのところですけども、その事例設問にって書いてあるところかな、7行目ぐらいのところですかね、今ね、この事例括弧設問に、でその後括弧3、さらに AC 間の紛争について和解が成立したけど A が本件土地を E に売却したため、要はあの、ね、貸主が、その第三者にまあ売っちゃったんですけど、E が C に対して兵建物の宗教及び本件土地の明け渡しをまあ求めたという事案になってますね。一応当初ね、その無断転退がされたんだってことで、貸主の方が借り主に対してまあこう、ね、賃貸借契約の解除を主張してたんだけど、まあ、それ設問さんで諦めたみたいでね、まあ和解が成立したと。でもそんなところを結局貸主の方がそれを第三者にね、その賃借してる土地を売っちゃったものですから、今度所有者、新しい所有者の方から、新しい所有者の方から借り主の方が明け渡しを求められたと、まあ、そんな感じの事案になってます。でそんな感じでちょっと設問さんの本体のところに飛んでいきますと、ちなみに今のね、無断転退の解除がどうのこうのというのは11ページのね、2個目の、まあ、ブロックのところで、設問にはっていう書いて、ふうに書いてあるところにちょっと大事なところを、まあ、線引いておきましたんでね、ここのところで、今度13ページの一番上ですね、設問3っていうところですね。でもうちょっと今のね、事案をもう少し、細かく書いてあるんで、こちら見ていきますと、13ページの一番上、設問3は、複数室の土地が建物所有目的とする1個の賃貸借の目的とされたが、これだからのさっきの通りね、自分一部自己物の賃貸借で、別の一部は他人物賃貸借だったんですけど、まあ、複数室の土地が、建物所有を目的する1個の賃貸借の目的物とされたけど、それらの土地のうちの一部の上にのみ建物があり、その建物につき土地賃借人の所有名義登記がされている場合、その登記、これ借地借家法の、ね、10条1項の対抗要件備えてますよっていうまあ趣旨ですけど、土地賃借権の、ね、対抗要件備えてますよっていう趣旨ですけど、そういう登記がされている場合、その登記による賃借権の土地取得者に対する効力は、その上に建物のない別筆の土地にも及ぶかどうかということねが問題になりました。まあ、確かにほら基本知識になりますけど、借地借家法10条1項によりますと、まあ賃借権、特に土地の賃借権に関しては別にその賃借権の登記そのものをしていなくても、自己所有の借り主のね、土地が、まあ、借りてる人を借り主としますと、土地の借り主が自己所有名義の建物をまあ所有していれば、まあ、それでね、土地の賃借権対抗できるって話になってましたよね。でも本件はその建物を全部で3室のまあ土地があってね、そのうち2室のところにまあ建物が建ってるんですよ。でそこは対抗要件備えてるんです。まあ、当然建物が建ってることによって借地借家法10条1項の対抗要件備えてるんですけど、建物が建ってなくてね、まあ、いや駐車場としてまあ利用してる部分があるのね、病院の診療所の建物が建ってるんですけど、まあ、そのね、建物が建ってない部分があるんですけど、そこのところにこの、ね、対抗力があるのかどうか、そこのところが問題になってますね。新しいその土地の譲り受けに対してその対抗要件がない部分のところね、形式的には対抗要件がない部分のところを対抗できるかどうか、そういう話が問題になってます。で今のブロックの下から4行目、線引いてあるところですけど、1個の賃借権の目的物となっている複数室の土地のうち一部の上に建物がある場合に、その建物があることが建物のない土地にどのように影響を及ぼすのかっていうのがまあ問題になりますよってことですね。で、これがまあ特に設問3ね、この新しい貸主、新しいその、ね、所有者との関係で、まあ、賃借人どういうふうになっちゃうのかっていうところが問題になってます。で次のブロックのところですけど、C は E の請求に対し、まず占有権限、まあ、賃借権があることを思って反論することが考えられると。で本件土地賃借は、建物所有目的とするもので、借地借家法の適用があるため、この反論はね、公土地、公湾土地と乙土地については、これ建物が建ってるところになります。C が E の本件土地の所有権取得の登記に先立って、公湾土地、乙土地上に所有する兵建物につき、自己名義の保存登記を備えたことによって、とりあえず対抗要件認められていると。で問題は建物が建ってない部分ですね。これ今回3筆に分筆しちゃってる土地のね、一つなんですけど、ここは駐車場として使ってるんですよ。建物はまあ診療所で、この交通土地はまあ建物が直接建ってるわけじゃなくて、まあ、そこの、ね、診療所を利用するその、ね、車の駐車場にまあ利用されてるわけですけど、まあ、交通土地はその E が、ね、現れた時点では、まあ、新しく、ね、土地を買った人 E が現れた時点では、その12に記載された事情に公安土地と乙土地は別筆のまあ土地になっているということね。そうすると形式的に見ると、この2行下ですけど、その上に建物が存在していないため、借地借家法を10条1項が適用されることもないんですよ。ここまではだから担当知識で処理できるのね。ここまでのところはね、まあ、土地がもう3筆分筆されちゃってますからね、その、建物が建っている部分のところ、そこは建物所有名義のね、自己所有の建物が自己所有名義の建物がありますので、そこは対抗要件が、ね、あるんですけど、そこはないところは対抗できない。ここまでは担当知識ですね。というわけで、したがって C は本来賃借権を持って E に反論することができないということね。で、まあ、普通はなんか、ね、ここで終わっちゃうと担当止まりなんですけど、論文試験はやっぱこの先をまあ聞いてくるわけですよ。これが論文試験の特徴ですよね。最もってとこね、
もっとも本件土地賃貸借契約はもともと港湾土地、オツ土地のほか交通土地、これ今駐車場に使っているところですけどね、港湾のところとオツ土地の上に診療所が建ってて、交通のところはその、ね、診療所を利用する駐車場の土地になってますけど、まあ、この3つの土地を、ね、含む、一筆の土地を目的としており締結されたものだと。また本件土地の周りには高度に面する南山を除いて柵が張り巡らされているから、交通土地はほらこれどうやって使います、外形上も港湾土地及びオツ土地と一段の土地を形成しているということ、ある意味土地の譲り受け人はこういう外形を見てね、ここの、対抗、まあ、実際登記がないところでもなんか誰かが使ってるんだってことを分かったんだろうなってことを多分言いたいんだと思うんですよね、こういうところからね。でそうするとあとは法的にこれどう構成するかってところはすごく迷うと思うんですよ。で結論なんですけど、この明け渡し請求ね、その百地借家法10条1項の対抗要件を備えていない部分に関しては普通は負けちゃうんだけど、でも今回は権利乱用、相手の明け渡し請求に対して権利乱用なんだっていうね、主張をする、まあ、そんな判例があるんだってことをちょっとご紹介して紹介してるんです、この資材の指針のところね。で権利乱用をやるときは、この次の、ね、段落のところなんですけど、権利乱用と対抗要件構成があるんですけど、権利乱用構成が、ね、判例の見解みたいなんですよね。ちょっと見ていこう、次のブロック、仮に C の反論が認められる場合、 C は特別の保護を受ける一方で、まあ、それはそうですね、形式には借地借家法上負けちゃってるわけですから、それを勝たせようと思うんであればよっぽど特別の保護になっちゃいますけど、 C は特別の保護を受ける一方で、逆にね、本来だったら対抗要件で勝ってるはずの E さんはその所有権行使を例外的に制限されるとね、法律の明文の規定とは違った形で、まあ、制限されることになると、まあ、そのため C の反論が認められるのは E においてそのような制限を受けても仕方がないと認められる事由があるときに限られるんだってことね。でいずれにしろこの E の主観的事情、まあ、特にまあ、一つ例を挙げれば、ほらさっき言った通り柵が全体にその土地ね3つ張り巡らされてたわけですから、まあこの人としては土地買うときにね、まあ確かにこの駐車場の部分のところは建物建ってなくても、まあなんか一緒に使われてんだろうな、その建物のね登記が備えてるところと一緒に使われてるんだってところあると思うんですよ。というわけで E の主観的事情を考慮して C の方がされるかどうか判断する構成としては、で2つ挙げられてます。まあ権利乱用構成、これはねその当事者のねそれぞれ受ける利益不利益、そこを比較考慮してどっちを勝たせるかっていう、まあ一番単純な構成なんですけど、まあ、権利乱用構成ですね。でそういう時にほらやっぱりその柵が巡らされていることから、やっぱりその他人が使ってたってことがもしねその譲り権の方をもし認識してたんであれば、その譲り権の利益ってやっぱ擁護性下がってくるじゃないですか、ね、そういうところでまあその権利乱用のところの比較考慮のところでちょっと天秤にかけられちゃうのかと思いますね。あともう一つはね対抗要件構成です、これがですね、この次の段落見てください。対抗要件構成はで結論からして、これ現場で判例はねこの後権利乱用構成こういう事案では取ってるっていうふうに書いてあるんですけど、これなかなか知識でこういう事案で権利乱用って多分皆さん知ってる人いますかね、まあ、多分知らない人が多いと思うんですよ。そうすると皆さんが既存の知識でこの問題処理しようとすると、不動産賃借権の事案ではないんですけど、地域権、通行地域権の商益士が譲渡された事案で、ほらその通路として使われていることを認識してた可能性がある人を177条の第三者から排除してる判例があるじゃないですか。で今回その柵で外形的にこう剥ぎ巡られてるらせてるような状況があって、まあとにかく譲り受け人がね、まあ何らかそのこの土地のところ確かに登記はないんだけど、まあ誰かが使ってるんだなってことがおそらくこう分かったような状態になってると思うから、おそらくその通行地域権の消益地の譲渡があったときに、その認識可能性があった場合ね、譲り受け人に認識可能性があったときに177条の第三者から排除するあの判例、あれを現場施行でなんとか使えたんじゃないかと思うんですよ。でそれ177条構成なんで対抗要件構成、っていう形にもなってくると思うんですよね。まあそんな感じのところですね。でこの点ちょっとご紹介ですけれども、対抗要件構成に関しましてはですね、14ページの最後のブロック見てください。14ページの最後のブロックのところで、これに対し E の請求の可否を対抗要件構成により判断する場合は、まず対抗要件制度の趣旨に照らし、その主観的対応のために対抗要件の不存在を主張することができない第三者につき一般的な立場を示した上で、これは基本知識ね、まあ判例通説は悪意の人は別に177条の第三者から排除しないけど、配信的悪意者はダメって言ってますよね。でさらに通行地域権の事案ですよ、それをちょっとつけておきました。これが15ページのところですね。配信的悪意者とはまた違った観念からですね、この177条の第三者に当たらない人の範囲を広げてます。でそれが15ページの一番下のブロックを見てください。通行地域権を登記なしに消益地の譲り受けに対抗できるための判例の要件でね、ちょっと見出しをつけてますね。でこれはね、丸1、消益地が継続的に通路として使用されていることが、その位置形状を構造などから物理的状況から客観的に明らかである
あることで、かつ、受理家人がそのことを認識していたかで、認識してなくてもね、この認識可能性があればね、いいんですよ。でこうなっちゃうと、こういう人はもう受理家人が、こういう受理家人は保護に値しないということで、177条の第三者から排除されちゃうの。そうするとその結果、逆の立場の人は対抗要件なしに自分の権利をこういう人に主張できることになるんですよ。で本件は、まあ、さっき言った通りね、借地借家法10条1項、その駐車場の部分の措置に関しては対抗要件がないんですけど、その譲り権の方がこういうような主観的な状況があるんだと、今回ほら特に柵が全体張り巡らされたっていうところが多分すごく大事なところだと思うんですけど、それを使っていくとね、おそらくこの理論で十分今回のね、譲り権を177条の第三者じゃないから対抗要件なしに対抗できるっていう構成は可能なんだと思います。でもし私が私もね、正直権利乱用構成ちょっと細かいかなと思ったのね、まあ、今次第の資料で出てるからもう当然今押さえてますけど、でもこれ現場だったら多分こっち、私この判例参考にやると思いますね。特に柵が外見的に張り巡らされるとか、そういうところなんか使いやすいからね、まあ、こっちの判例をずっとこう使って対抗要件構成で勝負することになってくると思いますね。でちなみに対抗要件構成でやるときはね、対抗要件177条ってさ、まあ、条文にもある通り、あれ本来物件変動に関する、いや物件ね、賃借権みたいなの債権じゃなくて、まあ、物件に関するものですから、そういうその債権ね、不動産賃借権みたいな債権にもその177条が使えるんだってことはちょっと一言ね、触れた方がいいと思いますね。まあ、結局同じように対抗要件制度が設けられてるってことを一言指摘して、まあ賃借権は債権ではあるけれども、まあ、177条が使えるんだ、対抗問題になるんだってことは一言ね、加えておくといいと思いますけどね。まあ、そんな感じの話ね。これちなみに判例は地域権の事案だからさ、地域権でまあ物件ですから、まあ、普通に177条直接使える事案ですから、いちいち、まあ、そんな話はしませんけどね、まあ、不動産賃借権の場合は物件じゃなくて債権でありますのでね、まあ、一言、そういうものにも不動産賃借権に関してはね、物件と同じように対抗要件制度が設けられてるから、177条が使えるんだってことは一言ね、ちょっと触れる必要が出てくると思いますね。はい、そんな感じです。さて次、商法ですね。まあ、すいませんね、ちょっと時間が押してるんで全部というのはなかなかいけませんけれども、まずね、設問1括弧1っていう2個目のね、ブロックのところを見てください。17ページのね、2個目のブロックね、設問1括弧1においてっていうところね、判例は設立費用の全部または一部が未払いの状態で会社が成立した場合ね、債務は定款に記載した金額の範囲でね、成立後の会社に帰属し、その金額の範囲では取引の相手方は成立後の会社に対し弁済等を請求することができると。まあ判例の立場がね、これですね、まあ、いわゆる変態設立事項っていうふうにね言われてるやつに関する判例になってます。でこれね、今回の問題は、まあ、判例の立場を明らかにして、それでね、その先自分がどう考えるのかということを聞くちょっと深い問題だったんで、まあ、この判例を指摘すると。でこの今の段落の、下から2行目線引いてあるところです。まあ、判例に賛成しまたは反対するか、いずれのかの立場から、まあ、その逃避をね、検討することになってくるってことになってますね。でちなみにですね、判例に賛成した場合は、まあ、いろいろね、その今回定款記載の額を超えちゃっているところがありますので、どういう処理するかというのはちょっと考えなければいけないんですけど、判例に賛する見解としてはという段落のところで、設立費用の総額が定款に記載した金額を超えていた場合はどうしようかって話なんですけど、それはね、債務は1、契約を締結した順序により、契約を締結した順序が明らかじゃないときはその債務の額に応じた安分方法でね、定款記載の金額の範囲で成立後の会社に帰属するという考えもあるし、あと2、まあ、契約締結した順序にかかわらず、まあ、債務の額に応じた安分の方、まあ、いずれでもいいんですけど、多分これ事前に知識で持ってた人ってあんまりいないと思うんでね、まあ、もちろん持ってた人はいるかもしれませんけど、まあ、こういうところをちょっと現場でね、考えてなんとかできたらよかったのかなと思いますね。あとはですね、次はね、ちょっと飛ばしまして、皆さんが後で気になるのかなっていうところがあるといけないんでね、読んで分かるところは、まあ、ちょっとこの短いね、授業の中で説明すると時間がもったいないんで、後でこの皆さんが一人で読んでて分かりづらいところは、多分最後のところかな、19ページのところで、下から2行目、本当にもう一番最後の最後なんですけど、下級審の裁判例がね、ちょっと紹介されてるんですよ。東京地裁の平成21年と25年のやつが、まあ、紹介されてるんですけど、ちょっとここのところをね、この授業ではね、短い時間で効率的に使うんで、ちょっとここのところを説明していこうと思ってます。これに関しましてはね、設問3のところは、まず大雑把な話、またすぐ19ページに戻ってきますけども、設問3に関しましては17ページに戻りまして、1個目のブロックのところの、一番上のね、17ページの一番上のブロックのところの下から3行目の途中のところですね、4、株式の併合により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときの当該端数の処理の手続きや反対株主の株式買取請求権ね、まあ、こういった理解を問うんだという形になってます。でこの点に関して、19ページのところですけど、設問3においてはっていうところですね。
株式の併合ね、まあ、少数株主をなんか追い出すためにね、こう株式併合の制度を利用する、極端な話するとさ、株式併合ってすごくてね、例えば、一番株を一株にするとかってことも場合によっては可能なんですよ。そうすると、まあね、多くの株主がそれで排除されることになりますよね。ですので少数株主をこう、締め出す手段によく利用されがちなんですけども、まあ、そういう株式併合の場面ですね、まあ、19ページ、設問3においては、まあ、効力発生日が、ねまあ、決まってるんですけど、その株式併合により落ちたの株式を失うことになる株主への経済的利益が会社法上どう保護されるのかということの説明と検討が求められているということですね。ですぐまあ知識で出てくるのは反対株主の株式買取請求権がすぐ出てくるんだと思います。あとはもう一つがちょっと細かいけど、その端数のまあ処理ですね、株式併合、例えば1億株をさ、もうこんなのないと思うけど、でも極端なし1万株とか1億株、いやまあ1億株をね1株にした場合、まあ、端数が出るわけですよ。1株に満たない株がものすごくたくさん出てくるんですけど、そこをやっぱりその株主っていうのはね、もともとお金を払って出資をして会社の社員になっている人なわけですから、その投下資本を回収させるというのはもう最も、ね、株主にとって一番関心がある利益になってますから、まあ、せめて、ね、その端数処理という形でその投下資本を回収させてあげることが、ね、大事なことになってきます。でそれがまず、株式の併合により株式の数に一株に満たない端数が生じるときの当該端数の処理の手続き、ここをまあ説明してくださいということね、まあ、投下資本の回収を実現するというのが全部の趣旨ですからね、反対株主の株式買取請求権も含めてね。で今度次に反対株主の株式買取請求権についてもまあ説明をすることが求められるんだと。でその際ね、まあ、株式買取請求権の要件があるんですけど、その際には株主 L は本件株主総会に先立って株式の併合に反対する旨をお茶に対して通知したけど、この、ね、総会の場で、さらに反対の意思表示をしないと株式買取制限を行使できないんですけど、これですね今回会場の入場が認められなかったんですよね、ですので、まあ、本件株主総会において株式の併合に反対できなかったゆえに、条文上、まあ、形式的に見ると株式買取請求権の要件を満たさないというところね、でもなんかそのまま形式的に処理しちゃうとこの人がかわいそうだと、好きで入れなかったわけじゃなくてなんか会社の都合で、ね、入れなかった可能性があるような事案ですから、まあ、このまま、処理してしまってはかわいそうだってことで、そこで皆さんの、まあ、出番になってくるわけね。ここのところをなんとか趣旨のところから頑張って、認める余地がないのかってところですね。でちなみにですね、この例えばっていうところなんですけど、今回なんで会社が、その入場を認めなかったのかっていうと、今回その株主がですね株式を相続したんですよね。ただ、その株式相続したんですけど名義書き換えをしていなかったんですよ。で名義書き換えっていうのは会社に対する対抗要件になってきますので、まあ、会社の方ね名義書き換えしていない以上あなた株主じゃないんだから会場には入れませんよっていうのは、まあ、ある意味当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。でもその相続の事案はちょっと違うんじゃないかという話です。だけどそれがこの例えば、株式の相続は株式の譲渡130条1項に当たらないという、まあ、立場ね、取る場合どうなのかって話ですね。でただ実際にはですね、その判例というか裁判例はねこれを当たるという、立場前提にしてるみたいで、この他方というところですね、株式の相場は株式譲渡に含まれるという立場を前提にですね、相続人は株主総会にかかる議決権行使の基準までに名義書き換えをしなければ株式を取得を会社に対抗できないんだということになってきます。まあ、したがって、でこれなんでだと思います？その相続って要は対抗要件、株主のさ名義書き換えをしないと会社に対抗できない、そういうものに当たると思いますっていうと、その趣旨から考えるといいと思いますね。ここも まあまさかこんなところまで、ね、出ると思ってないから、事前に知識で持ってる人ってあんまりいなかったと思うんですよ。そうするとその名義書き換えの指定、まあ、基本的には会社の事務処理上の便宜ってよく言うじゃないですか。他のところで多分勉強すると思うんですけど、株式併合のところではなくて、まあ、普通に会社を勉強してるとね、その株式の名義書き換えって何なんだ、趣旨は会社の事務処理上の便宜だと。でそういう、まあ、事務処理上の便宜っていうところさえ押さえてれば、あとは自分で考えられると思うんですよ。でこれで例えばその、この他方でっていうところですけど、株式の、相続は株式譲渡に含まれる、まあ、一応ほら事務処理の便宜考えちゃったら、それが相続だろうが売買だろうが、とにかくもう名前が変わっちゃった時点で会社って混乱するじゃないですか。名簿に書かれていない人が、まあ、来ちゃうわけですから、まあ、そこのところね、安易に入場を認めちゃうと株式じゃない人に権利行使させちゃうことにもなっちゃいますから、まあ、会社は非常に、まあ、混乱すると思うんですよね。ですので、まあ、その名義書き換えの制度趣旨からすると、まあ、おそらくこちら私が現場だったらね、まあ、知識がなくてこれ初めて考えるんだったら、まあ、今の趣旨ぐらいは事前覚えてますから、この他方でっていうところの流れになってくると思います。まあ、株式の相続は株式譲渡に含まれている立場ね、まあ、こういう場合でも、まあ、事務処理上の便宜ちょっとね、混乱生じますので、こういう立場に立った上で、相続人は株主総会にかかる議決権行使の基準までに名義書き換えをしなければ、ね、株式取得を会社に対抗できない、したがって L は本件株主総会において議決権を行使することができなかった、まあ、株主になってくるんだと
ということになってきますね。まあそんな感じのところでまあうまく処理していくのかと思いますね。でちなみにこの2行ぐらいしてちょっと太字にしてるところですけど、これ買取請求権の要件です、当該株主総会において議決権を行使することができない株主に当たると、まあこれはこれでね、買取請求権行使できるんですけども、それに株主総会の基準日以前のに議決権を有する株式を取得しながら名義書き換えを怠ったものに服が含まれるかどうか、そこに言及してくださいと。本件さらにまた特殊な事案があって、単に相続で取得したっていうだけじゃなくて、まあ、しばらくねその名義書き換えするチャンスがあったんだけど、それをほっぽらかしてたっていう事案がありますので、まあ、それでもなおね、ここのところで、議決権行使できなかった株主として、保護に値するのか、議決権行使できなかった株主というのは要は買取請求権が行使できるという点で保護を受けられるんですけどね、そんな保護に値するのかって話です。でこの点のこの下級審の裁判例は多分皆さんあんまりこう事前に、ね、知らないと思うんで、ちょっとご紹介しますと20ページのところですね。大事なところを、ね、まとめた上でさらに線を引いておいたんですよ。なんでちょっと線引いてるところだけ読んでいきますね。まず20ページの、方は東京地裁の平成21年の方なんですけど、ともに、ね、株式併合、今回の事案みたいに株式併合の事案じゃなくて、20ページの事案は吸収合併の事案で、21ページの方は全部取得条項付き種類株式の全部取得の事案なんですけど、まあ、いずれにしろ、その、ね、株式の買取請求権らしいものが問題になってきます。吸収合併の場合は、まあ、買取請求権直接問題になるって、全部取得条項付き種類株式の方は買取請求権という形じゃなくて裁判所に対してその買取価格の決定の、ね、申し立てができるという点で、まあ、いずれにしろ株主側の利益が図られているんですけど、まあ、それに関して、ね、ちょっとこう、範囲のところをご紹介しますね。で20ページの線引いてあるところ、当該株主総会の基準日以前に議決権を有する株式を取得しながら名義書き換えを怠って株主名簿上の株主でなかったものは含まれない、結論としてはこう言ってます。じゃあなんでっていうと、判例はね、理由はこの下のところで、吸収合併等の組織再編をするために株主総会の決議を要する場合、当該株主総会において議決権を行使することができない株主に反対株主の株式買取請求権を認めることとした趣旨はですね、どうのこうのって書いてあって、でこのずっと下の方ね、線引いてあるところ、そもそもこのような名義書き換えを怠る株式取得者を保護をするに必要はなくね、こんな人に買取請求権なんか保護する必要ないということで、仮にこれを保護するとすれば議決権を行使する株主に株主総会に先立って会社に反対通知をすることを要求し、もともと買取請求権の要件ってすごい厳格なんですよ。ここに書かれている通り、非常にね、買取請求権行使するには非常に厳格な手続きが要求されてるんですけど、こういうそのね、趣旨が没却されちゃうということになっちゃうのね。こんな名義書きを怠った人を議決権行使ができない、その基準日株主としてね、議決権行使ができない株主として、買取請求権を安易に認めてしまうとね、もともとこの買取請求権に関して他の条文ではね、いろいろとこう要件厳しくなってますけど、その趣旨が没却されるんだというふうに言ってますね。でこれはもう当然なかなかこの判例してる人って少ないと思うんですけど、ここもなんとか趣旨から現場で考えられた可能性があるところなのかと思いますね。まあ、本件ね、その一応名義書きしようと思ったらまあできたタイミングがあったんですけど、それをねやってないというところがありますので、まあ、ここのところはもしかしたら現場で行けたかもしれないかなって感じですかね。あとはね、まあ、どっちかというと今こちらのね怠った株主の方が面白いんで、まあ、こちらの方ちょっとだけちょっとご紹介しておきましょうか。で一応25年のやつも取材紙に載ってたんで、こちらの方はご紹介してますんで、気になる方は後で読んどいてもらえればと思いますね。まあ、特にこっちの、20ページのやつの判例の方が面白いのかと思います。さてで今度民事訴訟法いきましょう。民事訴訟法はね毎年なんかこう深い問題が出てくるんですけども、22ページのところになりますね。で22ページの、第3問ってところです、本問は、X が贈与契約に基づき本件絵画の引き渡しを求めました。したらね Y が贈与なんだけど、贈与の主張を X がしてるんですけど、 Y がその取引は時価相当額を大金額とする売買契約であって、でしかも額までご丁寧に、ね、言ってくれて、まあ、300万円だというふうに主張してるわけね。だからまあ一応訴訟物は、まあ、当初の、ね、この請求は、まあ、贈与契約に基づく目的物の引き渡し請求権だったんですけど、まあ、被告の方が、ね、まあ反論で、まあ、これは贈与ではなくて、まあ、売買なんだと、でしかもその額が300万円なんだと、まあ、そんな感じのことをまあ言ってる、そういう事案を題材にしまして、で論点は、ね、この下にある通り、この3行目のまず丸1、当事者が代理人による契約締結の事実を主張していない中で、代理の事案だったんでね、まあ本来だったら主要事実として、代理の要件を言わなければいけないんですけど、そういうね、代理人のによる締結の事実を主張していない中で、証拠上をその事実の信証が得られた場合において、その事実を判決の基礎にすることができるか。でこれ過去問でも前に出てましたね。まあ、判例があるんですけどね、その代理の事案で実際代理の要件、言わなくても代理の効果が認めちゃった判例がありましたけども、非常に弁論主義違反になるじゃないかというすごい、ね、批判のある判例でした。でそれ題材にすでにもう過去問出てるんだけど、またもう一回出してきましたね。で大体同じ論点が繰り返し次出てくるときは、より深い問題を深い考察を求める問題が司法試験
験でどの科目でもされます。だからだんだん大変になってきちゃうんですよ。同じ論点が、ね、出るとそんなに何年もそうなんです。確かに行政法、さっきの行政法もそうなんですけど、あの裁量基準に従ってされた処分の適用法制ってずっと出てきてるんですけど、年を追うごとに、やっぱ年を追うごとにだんだん複雑になってるんですけどね。あと伝聞証拠もそうですよね。刑事の、刑事訴訟法のもそうだけど、同じ論点だとね、やっぱだんだん大変になっちゃうんでね。で、今回大変なところはですね、次のちょっとブロック見てください。ここが大変だなと思うのね、まず設問1では民事訴訟によって裁判の基礎となる資料の収集を当事者の責任とする原則、まあ、弁論主義が妥当し、その一環として裁判所は当事者が主張しない事実を判決の基礎にしたらないとの原則が妥当することを、まあ、一般的にね、主張原則の、それから一般的に主張原則の対象となる事実は、まあ、少なくとも主要事実を含むと解されていることを前提に、まあ、代理の主要事実が何かを明らかにした上 で今回まあそれをね、あの主張してないんで、それは判決の基礎にしちゃっていいのかっていう話になっちゃいますけど、代理による契約締結の事実を認定することの可否を検討すると。で、前の司法試験はまあこれぐらいのことをその事案に即して丁寧に書いておけば、まあ、合格点になったんですけど、今回はその先を聞いているようで、このまたっていう次のね、行のところですね、またこの点について判例もあるところ、これは前にネタになったやつね、代理の要件の主張が当事者からされてないのに裁判所がそれ認定しちゃったんですよ。で学説からは弁論主義違反になるんじゃないかってすごい批判されてる判例なんですけど、その判例もあるところ、本件においてね、 A の証人尋問がされ、A が Y の代理人として契約を締結した旨述べているにもかかわらず、当事者はこれを問題にしなかった、そういう事情を出してきましたね。で、実際この判例の事案もこれに近いような、まあ、事案だったんですよ。まあ、証人尋問の中で代理の、ね、こう主張がされてて、特に当事者間もそこのところ争ってなかった、まあ、そういう事情があるんですね。でもかといって、これ基本知識に戻りますけど、まあ、弁論主義ってやっぱりさ、証拠資料と訴訟資料の、あの峻別っていうのが要求されていて、まあ、必ずね、その主要事実というのは証拠調べで明らかになったっていうだけで足りず、不一致防止の観点から必ずそれを弁論で主張しなければ、まあ、判決の基礎にできないわけじゃないですか。だからそこの大原則からすると、こんな事情があっても当然あの裁判所が勝手にね、当事者が弁論で主張してない、代理の主要事実を認定した判決者本来だったら、まあ、いけないはずなんですけども、まあ、ここのところをね、事情、こういう事情のところから、まあ、結局当事者が争いのない、まあ、主要事実として、例えばほら、あの当事者が争わない主要事実っていうのはどうなるんでしたっけ、基本知識からすると、というと弁論主義のまあ第二原則で、裁判所はそのままね、それを判決の基礎としなければいけなくなっちゃうわけなんですけど、仮にこういう事情から例えば当事者が争わない主要事実だっていうことがもし、認定できたんだとしたら、ここのところね、判決の基礎とすることができるんじゃないかっていう話になってくるんだと思うんですよね。というわけで、ちょっと事案をよく深く見てね、こういう事情のもと弁論主義の第二原則でいけるのかどうかっていうところに、まあ、気づいて先を書くことができるかどうかってところがちょっとね、問題になったので、ね、ちょっと難しかったのかと思いますね。前はあのこんなところまで聞いてなかったんですよ。こんな具体的な事案のところのその手前のところでもう終わってたんですけど、やっぱさすが、そっくりそのまま同じ論点出すことになるとね、だんだん複雑になってきますね。だそういう意味でやっぱ過去問検討ってすごく大事でね、あのこの皆さんが検討した過去問として検討したネタがさらにこうもうちょっと応用力こう問うためにもうちょっと複雑になって、その先のことを今後あの聞いてくる可能性すごく高いんでね、どの科目もあのしっかり過去問検討してもらえればと思います。さて、で今度ね、ちょっとこれ全部説明してると大変なんでね、大雑把な話を一番上のブロックで確認していきましょう。22ページの一番上のブロック戻ってきます。でこれ今4行目のところまであのやりましたからね、設問1で、この続きです。5行目になりますね。22ページの一番上のブロックの5行目、今度丸2、裁判所として200万円と引き換えに本件海外の引き渡しを命ずる判決をするには、当事者からどのような申し立てが主張するされる必要があるかどうかね、まあ、引き換え給付判決の、ね、話を、聞いてますね。またそのような申し立ていや主張がされたという前提のもとで、まあ、220万円または180万円との引き換え給付をすることが、ね、できるかどうかということを聞いてます。そしてさらに丸3、これが今後皆さんの試験に役に立つんじゃないかと思うんですよね。あのいろいろ応用力が広いところです。この丸3は、引き換え給付判決のうち反対給付にかかる部分の裁判所の判断が誤訴に対して何らかの拘束力、まあ、規範力とか、ね、審議則とか、まあ、何らかの形で、その拘束力が及ぶのかどうか、ここのところを、まあ、ちょっとこう設問3のところで聞いてますね。で、要は一般的な話なんですけど、あの例えば、売買契約に基づく目的物の引き渡し請求権を訴訟物にしたり、あるいは売買契約に基づく代金支払い請求権を訴訟物にする請求をしたときにね、例えばその相手方の方が同時履行の抗弁権を主張してきたときは、まあ、裁判所はその主張に理由があると認めるときは引き換え給付判決を、することになると思います。でその引き換え給付判決をするにあたっては、その一応判決文、まあ、紙に、まあ、書かれますけど、その紙を見たときにね、主文って書いてあるところにその引き換え給付の文言が書かれるんですよ。でそうするとあんまり難しいことを考えないと、とりあえずこの確定判決の規範力っていうのは、
まあ、民事訴訟法114条の、ね、1項によりますと、まあ、主文の判断に、まあ、規範力が生ずるということになってますので、まあ、一応紙を見たときに、ね、まあ、主文で書いてある項目のところにその被害給付の文言、例えば原告は被告に対し100万円の支払いを、受けるのと引き換えに本件安倍氏物件目録記載の目的物を引き渡せみたいな形で、もし主文のところに書いてあったら、まあ、一応主文のところに書いてあるから、まあ、そこの被害給付のところにも、ね、訴訟物本来の、訴訟物のところだけではなくて、その被害給付のところにも、規範力が生じたんじゃないか、まあ、そんな感じにも思うんですよ。ところが判例はそれを認めていませんね。で、ここのところの理解が今後役に立ちそうなんで、ちょっと25ページを見てください。被害給付判決と規範力ですね。これはね、ちょっと ここではやらないんですけど、規範力の及ぶ客観的範囲っていう、もう本当に一番大事な、ね、分野に関することになってます。で、原則訴訟物なんですよ。その、ね、主文の判断に規範力を及ぶんですけど、原則それは訴訟物に対する、ね、判断だっていうふうに言われてます。で、そうするとこの被害給付のところどうなのかということ、矢印のところですけど、売買契約に基づく目的物の引き渡し請求訴訟において、ね、被告から同時以降の公弁権が主張されて、その公弁が認められた場合などにおける被害給付判決の主文には、まあ、被告は100万円の支払いを受けるのと引き換えに、ね、原告に対し別紙物件目録記載の動産を引き渡せ、との、ね、引き換え給付分、ここには規範力が生じません。で、判例もそう言ってます。で、これ引き換え給付の文言何なのかというと、2段落目のところですけど、要はね、強制執行の開始要件をただ明示したに過ぎない、注意的に記載したに過ぎない、まあ、よくそんな風に説明されることがありますね。まあ、これ仮に訴訟物として掲載しちゃったんだったら、当然そこの判断に、ね、まあ、規範力が生じちゃうんですけど、まあ、でもそうじゃないんですよね。やっぱ訴訟物の、判断ではありませんのでね。で、よくね、受験生が勘違いしちゃうのは、こっちの前のページちょっと戻るんですけど、24ページです。要は訴訟物以外のところにも規範力が生ずるときがあるんですよ。最高裁の判例勉強していくとね。で、それの典型的なものとしては、24ページのこの比較的上の方のあって書いてあるところの限定承認、それから下の方のいって書いてあるところの不執行の合意で、これ訴訟物じゃないところに規範力が生ずることを最高裁が珍しく認めているものになってます。で、それとこの引き換え給付 の事案の違いですね、ここをちゃんと理解しておくと今後の試験に役に立つんじゃないかと思います。で、限定承認だけちょっと説明していきますとね、限定承認のところ、矢印のところですが、被相続人の債権者が被相続人の死亡後に相続人を被告として金銭給付請求を求めた前訴におきまして、まあ、被告がした限定承認の、ね、主張が認められた場合、裁判所は判決主文で、給付分に関する責任の範囲を限定する、まあ、ことを、ね、示すんですよ。まあ、主文例こんな感じ。被告は原告に対し1000万円を、で、ここが責任限定文言ね、責任相続財産の範囲で支払えって形で、こんな感じで、まあ、限定部分がつくのね。で、ここにじゃあ何か何らかの拘束力がね、誤訴に生ずるのかって話なんですけど、これが次のところになります。ここで前訴確定判決の判決主文で示された限定承認の責任限定部分の判断に規範力が生じ、誤訴において相続債権者は無限定の給付判決を求めるために限定承認の無効を言えるのかどうか、そこが問題になります。で、最高裁はね、ここちょっと規範力って言葉はそのものではないんですけど、規範力に準ずる効力が生ずるんだってことで、誤訴に対する拘束力を認めてるんですよね。なので、これとその拘束力を認めていない被害給付判決の違いを意識しておくと、この問題を今後皆さんの試験に役に立てることができると思います。で、最高裁はっていう段落ですけど、前訴の訴訟物は直接には給付請求権であるけど、限定承認の存在及び効力も訴訟、まず一つ理屈がこう、ね、訴訟物に準ずるものとして審理判断され、それはそうですよね。そのこういうさ、給付請求に関してその責任財産の範囲で支払えっていう、ね、文言をつけるにあっては、絶対その訴訟物となる、そもそもこの1000万円の支払い請求権があるのかってことを絶対審理判断しなければいけないわけじゃないですか。ですので、ここのところをね、捉えて訴訟物に準ずるものとして審理判断されるっていうようになってますね。で、この審理判断っていうのは、規範力を正当化する根拠にもなってくるんですよ。審理判断されるってことは、その前提としてそれに関して攻撃防御を尽くすだけの手続き保障が図られていたはずなんですよね。審理判断、審理するってことは、それなりにその主張と証拠が、ね、出てきたことが前提になってますから、この審理判断ってのは非常にポイントになってます。というわけで、訴訟物に準ずるものとして審理判断され、で、主文にも明示されることから、まあ、限定承認の存在や効力に対する判断には規範力に準ずる効力ということで、訴訟物に準ずるという理屈を一つつけて、その後規範力に準ずるという理屈で、それで拘束力を認めてますね。それに対して被害給付の方は、どうなのかというと、そのさっきの、ね、限定承認の責任文言と違って、引き換え給付でこの命じられる請求権というのは、これはこれで独立した訴訟物として訴え提起可能なものなんですよ。だから、もともとその独立性、訴訟物との関係でその権利性が弱いというふうに言われてますね。ところ、それに対してこの限定承認とか、あとちょっと説明割愛しますけど、不執行の行為、ここのところは訴訟物と、ね、切っても切り離せない、そういう関係にあり、審理、訴訟物と一緒に共に審理判断される、故に訴訟物とに準ずるものとしてね、そしてさらに、その
その規範力に準ずる効力まで認められるというふうに言われているのね。それに対して引き換え給付のところはもともとそのそれはそれで独立して訴訟物に載せられるものですからね、そこのところの関連性が弱いなんてことが言われてます。で、多分ねこれが分かってると取材の趣旨読みやすいと思うんですよ。ちょっと見ていきましょうか。節問さんちょっと時間の都合ですいませんね。節問さんのところだけちょっとご紹介しますと、23ページの一番下のブロックを見てください。今の話が分かってるとこの意味が分かると思うんですよね。節問さんではっていうところね、で見ていきますよ。23ページ節問3では確定判決は私文に包含するものに限り規範力を有すること114条1項を指摘した上で、同項所定の私文に包含するものとは一般的に訴訟物と理解されていることや節問に各位置における前訴の訴訟物の捉え方を前提として、まあ、普通にね旧訴訟物理論でもいいんですけど、ごその、過去書きなんかちょっと飛ばしとこう、訴訟物を前提にしてね、前訴判決の規範力が及ぶかを論ずることが求められると。でこの点について、機械給付の旨は前訴判決の主文に掲げられているけど、その趣旨は、まあ、総務契約における権連性を強制執行との関係においても保障するために、債権者が反対給付またはその提供したことを証明したときに限り強制執行を開始することができることを主文において明らかにする。要はあのさっき言った通り、あの強制執行の要件を注意的に、ね、規定したに過ぎないとよく言われることがありますけども、まあ、そういうところがこれが趣旨なんだと。で主文に掲げられるところがストレートには規範力やそのほらこの準ずる効力というのはさっきのね、あの限定承認とか不執行の合意ね、あれを意識してますから、まあ、規範力またはこれに準ずる効力などの拘束力が導かれるわけではないということに、まあ、留意してください、このところね。でまた、本文では、規範力など正当効力を否定する場合にはね、規範力以外の理由、まあ、例えば、まあ、ちょっとね、あの、まあ、確かにあのさっきの基礎知識を知っていると引き換え給付判決の事案では規範力とかあるいは規範力に準ずる効力っていう理屈を使って誤訴での主張を遮断することはできないというのは分かるんですけど、ただなんとなく紛争の不当の蒸し返しをしているという事案ではあるんですよ。でそういう時に、まあ、確かに規範力とか規範力に準ずる効力という形では紛争の不当の蒸し返しは防止できないんですけども、でもなんか何もできないのはおかしいなっていう話になってくるのね。でそういう時に最後審議則っていうのが登場しますね。というわけで、あの規範力に反する、まあ、主張って基本遮断されるんですけども、その根拠は、まあ、規範力、それからもう一つ規範力に準ずる効力、あともう一つそのどっちにも当たらないときは判例は審議則で遮断しますから、その場面に応じて適切なその法律構成をできるようにしてください。なぜその誤訴で前訴確定判決で判断されたことに対する、ね、ことと反する主張ができないのか、それは規範力で遮断される場合もあれば規範力に準ずる効力で遮断されるときもあれば、あるいはその両方ではなくいずれでもなくその審議則で遮断される時もあります。そこの理屈をちゃんと正確に立ててほしいわけね。で今回この事案で引き換え給付の事案なのに、その引き換え給付のところにね、規範力が生ずるとか規範力に準ずる効力が生ずるというふうにやっちゃった人は当然そこの部分は合格点にはなんないはずなんですよ。明らかにその判例と違うからね、なのでそこのところもし不当な紛争の蒸し返しでなんか遮断しなきゃいけないなっていう話になったら審議則の適用をまあ検討するってことになってきますね。というわけでこれね、まあ、3つ手段があるってことは覚えておいてくださいね。その不当な紛争の蒸し返しをね、前訴で確定したことにと不当な紛争の蒸し返しが誤訴でされそうな時にその、蒸し返しを防止するための法律構成は3つあると。1つは規範力で、その主張を遮断する。もう1つは規範力に準ずる効力としてその主張を矛盾する主張を遮断する。あともう1つはそのいずれも両方とも使えない時最後に審議則ですよ。審議則によってね。で学説なんかはそのほら総転校っていう言葉がありますけど、あれは審議則と一緒ですね、まあ、規範力とか規範力に準ずる効力がいけない時の最後の手段ですね。審議則とか総転校ってやつはね。さてでそんな感じで、ね、またという段落見てください。最後の段落ですね。23ページ、また本文では規範力などの正当効力を否定する場合は、ね、規範力以外の理由、例えば審議則などにより X が本件海外の売買契約の成否や代金額を誤訴で争えなくなるか否かについて検討することも求められるということね。でこの具体的にはってところはね、これお互いの利益がそれぞれあの有利になるところとか不利になるところが書かれてますよ。審議則って結局やっぱその最後のね、その当事者間の、利益のバランスを取るツールなんですよね。だから審議則の適用にあたってはちゃんとその片面的ななんか一面だけをね、その事実関係取り上げるんじゃなくて、ちゃんとこの幅広くね、事実関係目を配って、そのお互いの利益をうまくその審議則っていうツールを使って考慮する人が出てきますね。でちょっと線を具体的にはとこ見てください。3行目ぐらいかな、最後の段落。具体的には前訴において X は予備的に売買契約の成立を主張していること、前訴で認定された200万円という代金額は予備的ではあるものの X 自身の主張額であること、売買契約の損費およびその代金額は引き換え給付判決をするために不可欠の判断対象であること、これある意味まあ多少ね拘束力が生じちゃってもしょうがないのかなっていう事情に使えそうですよね。他方、で
Y としては自ら X に対して200万円の売買代金請求権を持つことにつき規範力のある判断を得たければ、まあ、前訴で反訴をやっていけばよかったと、ね、反訴をやればちゃんとそこで、普通にその訴訟物に対する判断として規範力を得られてね、まあ、自分に有利な判決を、得て規範力で確定することができたんだけど、まあ、それをやってないじゃないかってところね。だからお互いまあ有利な点、不利な点がありますから、そういうところを踏まえて、その審議則の適用を、ね、考えていくってことになってきますね。なので、まあ司法試験で結構難しいんですけどね、最終的にはさっきのほら民法のさ借地借家法で対抗要件で負けちゃってるけど、その先考えてるじゃないですか、その利益考慮しながら。でこれもそうなんですよね、ある意味、まあ、なんか基本原則通り形式に処理していくともうここで結論出ちゃうんだけど、でもこの事案はもうちょっとこの当事者の利益考えた時に先のことまで考えていかなきゃいけないんじゃないか、そういうツールをね、いろいろとこう、使っていくっていうところね、そこを求めてるのが司法試験なのかと思いますね。ただ実際全部の設問でこんな先の方まで書かなくても、例えば設問が3つあったらね、別に民事訴訟法に限らないですけど、どの科目でも設問が3つあったら、なんかね1つの設問でそのこういうところちょっとこう深いところを書いてあげれば十分合格できますから、そこは心配しないでください。ただその1箇所勝負するっていうのもやっぱ結構大変でね、やっぱそれは事前に基本知識をしっかり理解して記憶していかなければいけませんからね。例えばこの問題特にあたってさ、規範力と規範力に準ずる効力と審議則、効果はまあ一緒なんですよ。結局前訴で確定されたね、判断と矛盾する主張を誤訴で遮断するっていうその効果は一緒なんですけど、その適用場面はもう理論的に全然違いますから、この3つが複数同時に適用されることは絶対ないのね。明確に適用場面も違いますから、そういうところは基本知識としてちゃんと入れておかなければいけないわけね。まあ、そういうところをちゃんとやって、なんかね現場で思いついてそのうまくね当事者の利益考慮を図れるようなことが書けたら、それはすごく跳ねていいんだと思いますね。だから設問3つ全部勝負しなくても十分合格できるから、そこは心配しないでください。でもその1個ねどっか、まあ、勝負できるようにするためにはちょっとね日頃頑張って、まあ、勉強するわけね。まあ、インプットの勉強ってすごい大変ですけどね、まあ、でもまあどっかねこういう論文でいいところを出すために今やっていくってことで、ちょっとモチベーションを上げてやってもらえればと思います。じゃあ今度刑法ですね。刑法はあれだね、これ私試験直後に次第の試が出る前に答案書いて無料公開講座で上げて、まだあれかなウェブに上がってるのかちょっと分かんないですけどね、まあ、これやった覚えがありますね。刑法と刑訴法はね6月ぐらいに確か私答案書いて出したような気がするんですけど、まあ、26ページのところですね、26ページの2つ目のまあブロックのところですね。以下では括弧1、甲が本件クレジットカードを利用して腕時計を購入した行為について、まあ、甲の在籍を述べ、まあ、要は他人のカードを、ねまあ、他人の承諾を得て、借りて、ね、それで買い物しちゃったっていうまあ事案なんですけど、まあ、甲の在籍、それから括弧2、甲と乙が、A に暴行を加えて、この A っていうのはね甲にクレジットカードを、まあ、貸してくれた人なんですけどね、この甲さんがね A さんと約束していた以上の買い物をしちゃったから、 A さんが、まあ、ちょっとこう怒ってね甲さんと喧嘩になっちゃってね、それで甲と乙が、まあ、一緒になって A をやっちゃったってやつなんですけど、まあ、甲と乙が A に暴行を加えて証拠を合わせた行為と、カッコ3、コートオツが A のズボンのポケットから財布を持ち去った行為について、まあ、コートオツの在籍を、ね、述べるということになってますね。でまずですねこのカッコ1のところですね、甲が本件クレジットカードを利用して腕時計を購入した行為につきましては、どういうことが問題になっているのかというと、ここのね、線引いてあるところかな、A は甲に対して本件クレジットカードをね腕時計 X を購入するためだけに利用することを条件としてまあ貸すことにしておりました。でこの次のところ線引いてあるところちょっと飛んできますけども、時計店店主 C に対して腕時計 X と腕時計 Y の購入を申し込み、まあ、本当はね X を買う約束で、カード借りたんですけども、まあ、なんかね実際お店に行ったら Y の方も欲しくなっちゃってね、まあ、X と Y の購入を申し込み、 A 本人であると装って本件クレジットカードを手足出した上でね C の求めに応じて B 審判会社の規約に従い利用代金を支払う旨の記載があるね売上用表紙、まあ、ご証明欄に A の名前を記入して手渡しました。でそんな中でですね、C は署名確認して甲が本人であるやってね本件クレジットカードの正当な利用権限があるんだってことを信じて、まあ、甲に対して腕時計 X と Y をね合計60万売却したと、まあ、こんな感じの事案になってますね。でこの点ね何罪が問題になるかというと、この下のところでちょっと、線引いて太字にしてるんですけどね、この下、4行5行ぐらいの下のところですけども、まず他人のクレジットカードをね、まあ、使って買い物しちゃったっていうところで、まあ、詐欺罪の性比が一つ問題になりますね。それからさっき言った通りそのご証明欄ね、まあ、本当は甲さんは A ではないのに、まあ、A の名義を使って、そのね、A 名義の文書を作っちゃってますから、まあ、有印私文書偽造罪、あとまあそれ使って現に買い物してますからどうこう次第、このところがね問題になってくるって話ね。
あとはもう一つは、これはね、そのカードの貸し借りをした当事者間の問題なんですけど、まあ、実際 X、 腕時計 X を買う約束でクレジットカード借りたんだけど、実際はその X だけじゃなくてもう一つ別の腕時計まで買っちゃったんですよ。そこで、そのカードを使っちゃった人が借りた人に対して背任罪あるいは横領罪何らかの、ね、財産犯が成立するのかどうかってところが、まあ、問題になったわけなんですよね。でこれ一応まあよく本にね、まあ、背任か横領かっていうふうによく書いてあるんですけど、こういう事案で。ただ、まあ、実際、横領罪ってことになると、まあ、事故の占有する他人の物を、まあ、領得しないといけないわけなんですけども、まあ、一応クレジットカード借りましたよね。でカードは物ですよ。これそのまま、まあ、もう最初から領得するつもりで返せなかったらさ、そのカード自体に対する、まあ、他人事故の占有する他人の物を、まあ、領得したってことで、まあ、横領になってくると思うんですけど、実際はそのカードを使ってカード返してるんですよ。で物返してます。そして今度そのカードを使って何をやったのかっていうと、まあ、それでお買い物してるわけなんですよね。で、そのお買い物したものに関して、じゃあその事故の占有、そのね、今回カードを貸してくれた人との関係で事故の占有する他人の物を領得したかっていうと、なんかちょっとね、要件に当てはまりにくい感じがするんですよ。まあ、もちろん、横領構成もありますので、横領構成もあるんですけど、ただこういう事件で一般的に背任罪の成否を問題にしてますね。ですので、まあ、こちらの方ね、背任罪の方おすすめで、まあ、私もこれ無料公開講座で6月頃答案書いて出して、もしかしたらまだウェブにアップされてるかもしれませんけど、背任構成で書いてあります。ここのところね、背任構成でも書いてあります。でね、詐欺罪に関してはですね、26ページの下から2行目の方ですかね、詐欺罪の成否が問題となる。そして詐欺罪の成否を論じるに際しては、まあ、1項詐欺と2項詐欺のいずれかが、ね、成立するかを理由をつけて含めて、簡潔に述べた上でね、まあ、こういう事案はクレジットカード詐欺の事案というのはね、財物を客体とする1項詐欺なのか、それともその代金債務を、ね、こう免れたことに関するこの2項詐欺なのかが、まあ、いろんな学説の見解対立ありますから、まあ、まずね、1項詐欺なのか2項詐欺なのかってことは端的に指摘した方がいいと思います。でこれも私が作った答案ね、試験直後にまあ作ってますけど、ちゃんと私も触れてますから、そこのところはね、まあ、今回これ1項なのか2項なのかっていうんで、まあ、端的に触れて、まあ、これは1項でいきますよって形で、そこから普通に1項詐欺罪の要件を構成要件を検討していくのね。でそれ全部当てはまればその1項詐欺罪成立ってことになりますから、まあ、その前提としてこういう事案ね、1項詐欺か2項詐欺かっていうのは重要な論点になってますから、まあ、そこを触れる必要が出てきますね。あとはそのね、さっきの誤証明欄の有印私文書偽造絡みのやつなんですけど、論点としては27ページの3行目、次にっていう段落のところの、5、6行目ぐらいのところにちょっと線引いてあるんですけどね、これほら、名義人の承諾があるんですよ。要はカード貸してくれた人が、まあ、要はね、名義人なわけなんですけども、まあ、その方の承諾を得て誤証明欄書いてますから、そういう本人の承諾があってもね、なお、まあ、偽造と言えるのかどうかってところね、まあ、これ有名な論点ですよね。まあ、文書の性質上やっぱほら、自助性が要求されてるやつって本人の承諾があってもダメなわけでしょ。まあ、要は偽造の定義ってさ、まあ、いろんな言い方できると思うんですけど、皆さんどう覚えてます？文書偽造罪における偽造。まあ、よく人格の同一性ね、その作成者と名義人との間の人格の同一性を偽ることってよく覚えてる人が多いと思うんですけども、まあ、そういう時に自助性が要求される文書に関してはやっぱり本人の、ね、承諾があっても、まあ、ダメなんだよね。そこのところはね、やっぱりこう自助性が要求されてるものに関しては本人が書かない限り、本人が文書を作らない限り、やっぱ人格の同一性偽ったことになっちゃうはずですから、まあ、そういう形ではね、その自助性が要求される文書では本人の同意は無効とかね、よく言って偽造の定義に当てはめてきますよね。というわけで、まあ、ここを気づいてほしかったのかなと思いますね。でちょっと私も記憶定かじゃないけど、多分私が前に書いた回答例もそこは触れてたと思いますね。そこのところね、無料公開講座で出した回答例もここのところは触れてたと思います。この偽造に当たるかどうか。それからその行使の要件ね、行使のところは、まあ、そんなに問題ないと思いますね。これ実際それ使うつもりでね、やってますんでね。そして、今度、次のところですけれども、あとね、その2段落ぐらい先ですね、さらにっていう段落見てください。まあ、真ん中辺よりちょっと上のところですけども、さらにこれ例の背任か横領かって話なんですけど、 A との約束に反して本件クレジットカードを利用した行為について、本当はね、 X だけを、腕時計 X だけを買うって約束したのに X のほか Y まで勝手に買っちゃったんですけど、 A との関係で犯罪が成立しないかが問題となることですね。で行は A から許された本件クレジットカードを利用できる地位資格を乱用したと捉えて、まあ、背任罪を成立すると構成する見解。まあ、私はこれで答案書きましたけどね。であるいは、公の地位資格を過大した本件クレジットカード自体を横領したと捉えて、ただこれちゃんと気をつけてくださいね。横領ってとにかくさ、事故の占有する他人の物を、まあ、領得したことになりますから、こうやってカード借りて買い物してさ、でカード返してるんですよ。そういう時にこのカードを貸してくれた人との関係で、まあ、事故の占有するこの他人の物っていうのは何なのかね、っていうところ、そこはよく考えなければいけないと思いますね。でそこのところちょっと当てはめするの難しいと思ったら、まあ、背任罪で書いておく方がいいと思います。あと一般的にやっぱこういう事案、背任罪で処理していることの方が多いと思いますね、一般的にはね。
で、まあ、いずれの見解でも構成要件該当性について、ね、事実を指摘して、具体的に論じ、ね、背任と横領の関係とか、まあ、不法な目的による委託信任関係の擁護性、まあ、一応このところ、ね、あの本来他人にカード貸しちゃいけないようなことはまあ当たり前ですけども、まあ、他人にカード貸しているそういう委託信任関係を、ね、背任罪あるいは横領罪として保護に値するのかどうかってとこ、ね、でも、まあ結局民事上を禁止されているようなものであっても刑法の財産秩序は保護に値するとかって、まあ、よく、ね、あの不法原因給付と詐欺とかそういうなんか似たような論点いろいろありますけど、まあ、そういうところのフレーズ使って、ね、やっていくといいんじゃないかと思います。で私の回答例も、ね、やっぱここは気になったから書いてあったと思いますね。ここのところね、こういう委託信任関係本来他人にカード貸しちゃいけないということが規約に書いてあってね、るわけなんですけど、まあ、そんな委託信任関係をこの背任罪で保護に値するのかというのはちょっと気になったんでやっぱあの書いてましたよ。だからやっぱこう気になるところ書いたらいいんだよね。出題の C に出て大体すると合ってることが多いですから、まあ、気になったところはちゃんと書いてあげるってことね。で今度次のところですけども、括弧2のところ飛んでください。ここはですね、コートオツが A に暴行を加えて傷害を負わせた行為なんですけども、まあ、非常に、ね、事実関係ちょっと長いんで線引いてあるところでちょっと見ていくとね、まず、コーラの行為に起こった A はコーの顔面を殴ろうとして右手の主権をコーの顔面に向けて突き出したと、まあ、A はねコーに勝手にちょっと余分にクレジットカード使われちゃったから怒ってたんですよ。そこで、まあ、コートオツがなんか、のんきに飲んでるところを見つけちゃってね腹立てて殴りかかっちゃったわけなんですけど、まあ、コーの顔面を殴ろうとして、右手のこのね主権、主骨を、コーの原骨を、ね、顔面に向けて突き出したけどこれに気づいたコーが、ね右手の原骨をかわしながら A から殴られるのを防ぐためオツに対し、まあ、一緒に止めようといいね、オツはコーが A から殴られることを防ごうと考え分かったってことになってますね。ここもまあある意味あれですよね、相手を反撃することは例えば暴行罪とか、まあ、傷害罪の構成要件にあたる共謀が成立しているとは思うんだけど同時に、まあ、防衛の意思もあるから正当防衛になっちゃう可能性があるんだよねこのところね。ただねこの後、そのね攻撃しまして防衛行為しまして3行ぐらいしたかな A が路上に仰向けに倒れたんですよ。でこの 2,3 行した、まあ、こう仰向けに倒れている A の両膝あたりに A の足先の方向を向いてまたがり要はもう A が動けないような状況になっていたんですけれどもそれでもねこのしかしの後ですねちょっと太字にしてるしかしの後A は、体をよじらせてね話せコウお前ぶん殴ってやる絶対許さない確保しろとねカード勝手に使われたから相当怒ってるみたいですけど、コウを大声で、罵りさらに力を込めて体をよじらせたと。で A のねその様子を見たオツが、まあ、オツはそのコウのお友達ですね一緒にまあ飲んでたお友達なんですけどコウが A から殴られるのを防ぐために防衛の意思ありますね。自分の身を守るためじゃなくて他人のね身を守るためでも防衛の意思がありますので、防ぐため A の腰あたりにまたがって A の、右腕腕部にね、真上から左手で力を込めて押さえつけた上で、A の左上腕部にね右膝を力を押し当てて、肩に落ちてた石で、右手を拾って右手に持ったその石でとにかくねこんな10センチもある石で顔面を思いっきり殴っちゃったみたいなんですよ。力を込めてね顔面殴っちゃったと。でそれで、下から3行目の終わりの方ですけど全治約1ヶ月のね、鼻骨骨折の、まあ、障害を負ったってことになってます。でちなみにこの下から2行目のところなんですけどコウはそのオツが石を拾ったことやオツが右手に持った石で A のね顔面を殴ったってことは一切知らなかったのね、まあ、こんな感じで、このコウとオツの在籍がどうなっちゃうのかってところが聞かれたそういう問題ですね。でこの点に関して後で皆さんが多分読んでて難しいのかなって思うところねちょっとある程度すいませんねこれ基本知識があること前提になっちゃいますけど、このね28ページの真ん中辺に次にっていう段落があるの分かりますかね。28ページの真ん中辺のところ次にっていう段落なんですけどここの段落のですね、下から3行目ぐらいですねちょっとこの、結構ね行数が多いんで結構下の方になっちゃいますけどその下から3行目でちょっと線引いて太字にしてるところです、その正当防衛 の要件に一つにほら相当性っていうのがあるじゃないですかやむを得ずした行為ねその相当性の判断はコートオツの一連の行為を一体として行われるべきこといわゆる量的過剰は問題となっていないことを指摘しておく必要があるってなってますよね。でここはちょっと基本知識あること前提なんですけどここは後で皆さんが自分で勉強するときに困らないようにちょっとご紹介していきましょう。知識のところね31ページ見てください。その量的過剰っていうのは31ページの、この真ん中辺のところですね量的過剰これのことを言ってます、31ページね量的過剰旧約制の侵害に対して防衛行為をしたが侵害が終了したにもかかわらず反撃行為を継続した場合これがね、まあ、量的過剰をで、まあ、過剰防衛の、ねまあ、事例過剰防衛の成否が問題となる、まあ、典型的な事例なんだけど本件は、まあ、これではないってことをまあ指摘してますね。でこの後ね皆さんが自分で勉強するときどこが一番引っかかっちゃうかっていうとこれ結構刑法に慣れた人じゃないと分析しきれないと思うんだけど複数の、ね、行為
があるときに、その行為を別々に刑法的に評価して処理するのか、それとも一連一体のものとして、もう一つのものとしてね、評価していくのかってところ、そこは勉強が進めば進むほど悩ましいところなんですよ、ここのところ。で、複数の行為、時間的場所的には近接していても、複数の行為がね、それがそれぞれもう別の明らかに違う構成要件に当たるというときは、そこはまあ素直に素人的に見たらそれは一個の行為と言えるかもしれないんですけど、それは受験生である法律家を目指している皆さんは、刑法の構成要件ごとにやっぱりその行為を見ていく必要があるんだと思います。で、一番難しいのは複数の行為があるんだけど、特にほら喧嘩の時なんかがそうだと思うんだけど、殴ったり蹴ったりとかね、その時間的場所的な、みんな近接しているような状況の中で、いろんな複数の暴行行為があると思うんですよ。で、そういう時にそれを別々の構成要件該当性、として認定していくのか、それとも一個の構成要件該当性を見ていくのかね。で、一個の構成要件該当性として見た時は、当然その正当防衛の成否、過剰防衛の成否考える時も、一箇所だけでそれをやればいいわけなんですよ。でも複数の暴行で構成要件見たときは、やっぱその各その構成要件に当たる行為ごとに、その正当防衛とか過剰防衛の公費を考えていかなければいけないことになってきますよね。で、これが結構ね、司法試験の過去問ずっと遡っていくと、たまに出てくるんですね、こういう問題がね、こう複数の暴行があるときにね、どういうふうにこの一連一体のものとして考えていくのか、複数の行為をね、一個のものとして見ていくのか、それとも別々のものとして見ていくのか、非常に一番難しいところですね、今度は司法試験のところでね。で、これに関するヒントとしては、こちら32ページを見てください。複数の反撃行為がある事例の処理方法、一般論ね、これぐらい頭にちょっとこう理解して入れとかないとね、ちょっと歯が立たないよって話なんですけど、複数の反撃行為がされた事例において、判例実務で問題となるのは、量的過剰か質的過剰かを問わずね、とにかく、各反撃行為を分断して、それぞれについて在籍を確定、例えばですけどね、いろんな例ありますけど、第一暴行正当防衛として不可罰、傷害罪の構成要件にあったとか、そういうことは前提にね、第一暴行正当防衛として不可罰、第二暴行は正当防衛に当たらず、犯罪は成立するけど、過剰防衛として刑を任的減免するとかね、例を挙げたら切れないですけど、こういう形でね、各反撃反撃行為を分断して、それぞれについて在籍を確定するかは、各それともね、各反撃行為を分断せずに全体的に考察して一体的に評価して在籍を確定するか、例としては第一暴行と第二暴行は全体として1個の傷害罪として全体を過剰防衛としてね、刑の任意的減免するか、これ判例知ってると、あ、こういう処理があるんだなっていうのは分かってくるのね、っていうか知ってなきゃいけないのね、当然ここのところね、過剰防衛のところで全部有名な判例の処理の仕方ですからね。で、この点に関しまして今の続きのところですけども、具体的なイメージは後で、紹介する参考判例でも、この一番下のこのページの一番下のところにちょっと大雑把な話が書いてないんですけど、ここのところを学んでから見てほしいんですね。で、この次の段落、この2段落目のところになりますね、32ページの上の方のね、この問題についての一般論としては、複数の行為はそれぞれ別個に評価されるのが原則なんですよ。ここは大原則になります。ただその複数の行為に客観的な関連性と主観的な関連性が認められるときは、例外的に全体を1個の行為と評価できますね。早すぎた構成要件の実現なんかが典型的な例になってきます。そこで、ここでの問題もね、各反撃行為に客観的主観的な関連性があるかどうかっていうところでね、決めていくといいんじゃないかと思います。別にこの事案に限らず、こうやって複数の行為があるときに、それ1個のものとして別々に処理するのか、つまり1個のものとしてまとめて処理するのか、それとも別々のに構成要件該当性見ていくのかってところね、この考え方が使えますんでね。で、この問題でのっていう段落ですけど、この問題での各反撃行為の客観的関連性は、各反撃行為の時間的場所的近接性や、各反撃行為が同一の法益侵害に向けられるものといるかにより判断するということになってきますね。で、なお、判例の傾向からすると、各反撃行為の際に相手方の侵害行為が継続していないか否かは、客観的関連性の有無を判断する決定的な考慮数にはならないと、下にいろいろ判例紹介してますけどね、実際原文見ないと分かりづらいかもしれないですけど、でそのため、量的過剰の事例と質的過剰の事例を同じ理論により処理することができます。で、各反撃行為の主観的関連性は、防衛の意思の継続性に有無により判断するのが判例の傾向ですね。なお、各行為を一体と見られるかが問題となるのは、通常客観的な関連性が肯定される事案なので、判例の傾向からすると、防衛の意思の継続性が、結構大事な、バラして行為を見るのか、一個のものと見るのかに関して決定的な考慮要素になってきます。で、この辺の知識のところがあると、今回一応ほら、被害者の方一回仰向けに倒れて、ちょっと反撃の手が弱まりましたよね。そうすると、その前後のコートオーツのその前後の攻撃行為を別々のものとして評価するのか、それとも一連一体のものとして一個の行為として評価するかってところが問題になってくると思うんですよ。で、そこでおそらく趣旨全体的に見ていくと、どうもその仰向けに倒れたぐらいではまだその攻撃が完全に止まったわけじゃないから、侵害が継続しているような、多分そんな評価をするような感じのことが前提に、一個の行為としてなんか見るような、そんな感じのことが書かれてましたかね。それとさっきほら確認したけど、量的過剰の問題ではないって書いてあったでしょ。それはどういうことかというと、侵害が止んでないってことなんですよ。その
もう一回ほら念のため言っていくと、ほら量的過剰の定義確認すると31ページですけど、旧迫性の侵害に対し防衛行為をしたが侵害が終了したにもかかわらず反撃行為継続ってね、侵害行為終了した場合に量的過剰の問題なんですよ。でさっきほら量的過剰じゃないんだよってことを自然史に書いてありましたから、まあ、おそらく反撃行為は継続していたってことを多分前提にあそこ書かれてたんだと思うんですよね。そうすると、まあ、客観面要は一個の行為として原則バラバラに処理するのが原則なんですけど、例外的に客観的関連性と主観的関連性があれば一個のものとして見られるわけですよ。で今回客観的な関連性肯定される余地がありますね。自然の死からもおそらくそれ前提に書いてあると思うんですけど、おそらく侵害行為続いてますので客観的関連性がある。そ今度主観的関連性はどうなるかというと、それは防衛の意思で見るんですけど、まあ、それ前後当然ほら後で問題文読んでもらえば自分で分かると思いますけど、防衛の意思消えてませんから、特になんか積極的加害意思が自己的に生じたという事案でもありませんから、防衛の意思は完全に続いてますね。そうすると、まあ、客観的関連性主観的関連性ともに認められますので、この事案はやっぱり1個のものとして処理するのが筋だったんじゃないかと、ね、というわけで、まあ、ちょっと話戻しますけど、司法試験の難しいところからここですね。やっぱ複数の行為が出たときにそれを、まあ、バラバラにこう、ね、処理するのか、それとも1個のものとして処理するのか、これはね本当に悩ましい問題で、これは勉強すればするほど悩んでくるんですよ。で、まあ、一応その、処理の仕方の一つとして、まあ、ここでねちょっとご紹介してきましたので、ね、まあ、主観的関連性客観的関連性、まあ、そこのところをまあ見てるってことね。まあ、もうちょっと分かりやすい事案だったらよかったんですけどね。複数の行為があってさ、で、まあ、客観的には時間的場所的な近接性があっても、それが違う構成要件、全然材質が違う構成要件に当たるときはそれは当たり前ですけど、別々に分けてね、それぞれ材質その犯罪が成立するかって検討するんですけど、今回みたいに要は暴行傷害みたいな形でね、まあ、同じような構成要件に当たるような行為が複数あるときはそれを一個のものとして見るのか、それとも複数のものとして見るのかってところは相当ね悩ますね。いい問題として確か23年の司法試験がなんかやっぱこんな感じでね、もうちょっともっと複雑な事案だったと思うんですけど、やっぱ出てたと思いますから、まあ、そんな感じで過去問に慣れてもらえればと思います。さてじゃあ、次、最後刑事訴訟法いきましょう。33ページです。で33ページはですね、この2つ目の、まあ、ブロックのところなんですけども、設問1はって書いてあるところね。設問1は、まあ、公に対する覚醒剤取締法違反、まあ、営利目的譲渡の非事実で公方の、ね、捜索差し押さえ許可状の発布を受けた司法警察員がですね、これ有名論点ですね、公方の捜索差し押さえを実施する際にね、公方のベランダの柵を乗り越えて吐き出し窓の、まあ、ガラスを割っちゃったのね、ガラスを割って、まあ、解除して、まあ、公方に入ったってことね、まあ、これがその、ね、捜索差し押さえの執行の必要な処分として許されるのかとかいろいろ問題になりますよね。そして、公方にいた公と同居する内妻のオツが、要は被疑者はこうなんですよ。でその被疑者こう方、被疑者のこうのこう方を、まあ、捜索すべき場所として出された令状で、その同居人である内妻オツの、まあ、所持品を捜索しちゃったんだけどね、まあ、それが令状の効力として許されるのかどうかってことが聞かれてますね。これも有名な論点ですよね。だから全部ね、受験生はみんな事前にちゃんと勉強してるとこばっかなんだよね。であと次、4行目の終わりから5行目にかけてですけど、まあ、高方にいた兵、これは完全に第三者です、その高方の住人でもない、ね、そういうもう全くその場に居合わせた第三者、その兵のズボンの、まあ、全く言い合わせだというと、ちょっとこの事案だと語弊がありますけど、いずれにしろその被疑者でもなければその被疑者の同居人でもない、まあ、第三者のそのズボンのポケット内を捜索したこと、これも超重要論点だから、これ全部ね、設問1は当然受験生であれば全部ね、規範レベルのところはちゃんと入れてるんですよ。だからこういうもので差がつくのはやっぱ当てはめのところになってきますね。だから憲法とね、刑訴法って怖いところがあって、覚えること比較的少ないんです、他の科目と比べるとね。だからなんか自分はなんとなくできるんだろうっていうふうに思ってる人が結構いるんだけど、本番で痛い目見やすい科目でありますね、憲法とか刑訴法ね。こんなの誰でも知っててね、で皆さん安心したでしょ、あこんなもんでいいんだなっていうふうに多分思ったと思うんだけど、でもそれが結局みんな同じ条件なんですから、でその中で順位がつくわけですよね、だからちゃんとやってないと合格点ってのはいかないんですよ、これ簡単な問題であるがゆえに、ね、まあ、非常に訓練は大事だと思います。でそんな感じでちょっとね、よく事実を見ていくといいと思うんですね。でまず河川部1ね、さっき言った必要な処分の話ですけども、捜索に伴う付随的措置である必要な処分、まあ、この法的根拠ね、まあ、刑訴法の何条なのかとかさ、まあ、そういうね法的根拠、それからほら限界、これは必要な処分って何でもかんでもやっていいのかというとそんなわけありませんので、当然何かねこう必要性とかそういう観点、相当性の観点から歯止めがかかってくるはずなんですけど、まあ、そういう限界のところをまあ聞いてますね。でこの問題に関しましてはね、まず、この次の段落のところちょっと長いんでね、全部線引けませんけど、まあ、有名な判例が一つ題材になっているようですけども、ちょっと線引いてあるところで見てください、刑訴法220条1項と111条1項に基づく処分として、まあ、許容されると、これは法的根拠ですね。でまた、このね220
21項と110条による捜索差し押さえ許可状の提示は手続きの公正を担保するとともに処分を受ける者の人権に配慮する趣旨なんだと。というわけで、まあ、令状執行に着手する前に提示するのがまあ原則というふうになってますね。で今回まあその原則通りの処理をしてないんでね、まあ、実際その中に窓を無事破って入ってからまあ出してるもんですからこの原則通りの処理してないんですけど、前期事情のもとにおいては警察官らが令状執行に着手して入手した上、その直後に提示を行うことは、ね、法意に基るものではなく、ここがまあ規範の部分なんだけど、捜索差し押さえの実効性を確保するためにやむを得ないというふうに言えるんであれば例外的なまあ処理をすることができるんですよ。原則、まあ、やっぱり事前提示が大原則ですね。まあ、令状って何のために出してるのかというと裁判官がまあそれ出すものですけど、裁判官が令状という形でその今回プライバシーの解除をね、そのプライバシーの保護を解除できる範囲をちゃんとその示してくれてるわけでね、それをちゃんと非処分者に出さなければいけないはずなんですけども、まあ、それを例外的にね、しなくていいっていう時にはやっぱりその逆に事前提示しちゃったことによって捜索差し押さえの実効性が確保できないときはそれ困っちゃうからね、まあ、逆に言えばその実効性確保するためやむを得ないんであれば、まあ、例外的に、まあそのね、最大限この提示ができるような状態になったときにそこで、ね、出してあげればいいという形になってきます。でその次の4ですけどね、その判例、同判例に留意しつつ必要な処分として強要される限界、それから令状提示の時期に関する判断枠組みって出題の趣旨によくどの科目でも書いてあるんですけど、これは皆さんがよくね受験生が規範って言ってるやつね、要件とか規範って言ってるやつですけど、判断枠組みね、憲法の先生なんかみんな判断枠組みって言ってますけどね、まあ、判断枠組みを明らかにした上で、本設問の事例に現れた具体的事実がその判断枠組みにおいてどういう、ね、意味があるのかっていう話になってきますね。ちなみにですね、この下の事案いろいろ事情が書いてあるんですけど、皆さんこういうのをちゃんと法的にその、ね、判断枠組みとの関係で評価できるかっていうところなんですけど、例えば令状って今ほら見た通り、まあ、事前提示が原則なんですけど、でも例外的に捜索差し押さえの実効性確保するためにねやむを得ないって言えるときは、まあ、例外的な処理ができるわけですよね。で例えばこの本説問の事例においてで書いてあるところのさ、ここどうですか、高方を拠点にした組織性が疑われる覚醒剤の密売事案であることとかさ、あとはこの2行目で水に流すなどして短時間に隠滅することがまあ容易な覚醒剤がね、差し押さえ対象物件となっていることとか、これどういうふうに使えますかね、今 の判断枠組みとの関係ではね。水に流すはちょっと使いやすいですよね、まあ、例えばね令状を事前にまあ提示していたら、例えばほらドアちょっとこう隙間開けさせてさ、そこから、ね、令状かなんか見せてたら、まあ、すぐあやばい警察が来たってことでドア閉められてさ、で中でおい誰か警察が来たからブツをトイレに流せとかね、中に何人かいたみたいだから部屋の中にね、で指示してすぐに覚醒剤をトイレに流して証拠隠滅することができたりとかした可能性があるんですよ。そうすると、まあ、事前に令状出しちゃうとほらまさに捜索差し押さえの自己性確保できなくなるような状況になってると思いますので、まあ、そういう形で使うといいと思うんですよ。あとはこういうね、この1行目ね、この今の組織性が疑われる覚醒剤の密売事件ってこと、ここは多分いろんな評価の仕方ができると思うんですけど、組織でそのね覚醒剤の密売をまあ日頃からやってる人っていうのは当然警察対策をいろいろやってるはずなんですよ。そうするとやっぱり警察がねそのガサ入れ捜索差し押さえに来たっていうことが分かれば、当然その証拠をすぐ隠滅するような手立てを整えてるはずだと、まあ、そんな感じで例えば使うことも可能だと思います。いろんな使い方ができると思うのね、ここ別に答えが決まってるわけじゃなくて、問題文の中にとにかく判断枠組みに関係しそうな事実がたくさんありますから、それをね全部別に拾い上げなくてもいいんですよ。特に大事そうな事実を、まあ、いくつか2点3点ピックアップして、そこをねどっちかとこう単に事実をねつらつら答案に書いてもそれだけだと点数くれないっていうのが過去の出題の試や採点時間から読み取れますから、事実絞ってね、特に大事そうな事実を2点3点絞って、そこ評価をしっかり書いてあげるといいと思いますね。その評価は当然その判断枠組みとの関係ね、だからその捜索差し押さえの実効性確保をすることができなくなっちゃ うというような形で判断枠組みと結びつけてそこのところを厚く書いてあげるといいと思いますね。あとはね、少ない知識で合格するための秘訣としては、例えばさっきちょっと別の科目の時に言いましたけど、まあ、説問例えば3つあったら別に全部の説問完璧に書けなくても全然いいんですよ。でそういう時に極端な話ですけど、説問例えば3つあって最後の説問全然書けなかったって言っても全くそれで A ランクで受かる人も毎年いるのね。それはどういうことかっていうと、おそらくその手前のところしっかりと大事なところをちゃんと書いてるからなんだと思うんですけど、まあそういう形で、まあ、皆さんがそれぞれどれぐらい知識があるかって人それぞれだと思うんですけど、ですけど皆さん忙しくてね、その知識のインプットがあんまりできないっていうんであれば、もう知識でね勝負して合格するのはすごくそれだと難しくなりますから、そうじゃなくて、まあその自分が勝負できるところで勝負するような答案を日頃からちゃんと
訓練していくといいと思いますね。だから全部あの取材日誌に書かれていることは全部書かなくていいんですよ。そのうち大事なことをいくつかピックアップして、そこを深く書いてね、でそれで法的思考力があるということをあの考査員に分かって、試験考査員に分かってもらえれば、それでそんな人を落とすわけないから、あこれだけ の, この事案の処理で思考力があるんだったら、まあ、こういう人を落としたくないなっていうようになれば、それで合格させてもらえますからね、まあ、そんな感じで、まあ、少ない知識で勝負するってことね。ちなみにガチで知識で勝負しようとすると本当に大変だと思いますから、まあ、本当に今後はねそういう形で、まあ、少ない知識で勝負をするという感じでねやってもらった方がいいんじゃないかと思うね。そういう問題で、そういう観点ではさ、この問題そういう絶好のチャンスでしょ。今言った通り、今説問1のところ論点さっき確認したけど、全員受験生知ってる論点ばっかだからね、このところをね、冷静にちゃんとこう、事案の処理の方でしっかり勝負するという形で、ね、やってもらえればと思いますね。あとはですねちょっと飛びますけれども、35ページのところ、あ、ちょっとね、少しあれか、まあ、ちょっとすみません、時間過ぎちゃったからあんまりあれなんですけども、ちょっとついでに言っとくとね、34ページの一番下のブロックですかね、あの第三者のその所持品ね、それを場所に対する令状でいけるのかって話なんですけど、34ページの一番最後のブロック、河川部3、丸3はってとこね、河川部丸3は前記の通り、係争は捜索の対象として場所と身体を区別しているところ、場所に対する捜索差し押さえ許可状によって身体、これあのその場に居合わせたあの兵さんのね、まあその被疑者でもなければその同居人でもない兵さんのポケットの中にまあ手を突っ込んじゃったんですよ。まあ、そういう形でね、場所に対する令状で身体捜索できるのかというのも一つ問題になりますけど、場所に対する捜索差し押さえ許可状によって身体に対する捜索を行うことができるのか、ね、それも問題になってくるよと。で次の段落で、場所に対する捜索差し押さえ許可状の効力は人の身体に及ばない以上ね、捜索すべき場所に居合わせた者の身体について捜索を実施することは当然許されないものの、例外的に許される場合があるか否かで、許される場合があるとしたら、まあ、どんな理由なのか、まあ、要はある意味その例外要件をね、まあ、判断枠組みとして出して事案に適用するって感じになってきますね。でこれはほらもうここも基本知識ですから、まあ、あまりに基本的知識すぎて取材の趣旨にはっきり書いてないみたいなんですけど、要はほらその場に居合わせた人に対しては原則ね、当然その場所に対する令状の効力は及びませんけど、ただ例外的にその場にあった物を、まあ、陰徳所持したと疑うような、そういう、ね、理由があるときは、まあ、いいわけですよね。それは何でかって言ったら、もともとその場所のに対する令状の効力が及ぶものを持っているということになるわけですから、まあ、当然その所持品に対してもその令状の効力を及ぼすことができるわけなんですよ。というわけで、まあ、その場にあったものを、ね、まあ、例外的に、その例外的に、ね、その場にあったものをまあ陰徳所持するに至ったっていう、まあ、そこはあとは皆さんの価値判断ですけど、まあ、そういう蓋然性があると言えるときは、まあ、単なるなんか抽象的な可能性だけで、その令状の例外の令状の範囲を、ね、広げちゃうとちょっと問題あると思いますから、まあ、そういう、ね、その場にあった、捜索すべき場所に置かれていた物を、まあ、陰徳所持したと疑うに足りる、まあ、相当の理由があるとき、あるいは蓋然性があるときという形で、ちょっとこう要件を、ね、令状主義のところをちょっと配慮して、厳格なちょっとこう規範を立ててもらって、それで当てはめをするといいと思います。でその当てはめのところでポイントになるのは、この人なんかずっとポケットに手突っ込んでてね、挙句の果てに最後トイレの方に行こうとしてたみたいなんですけど、それで警察の方はたまりかれてね、そのポケットの中に手突っ込んで、まあ物をね取るって、そんな感じになってるんですけど、そういう事案においてはこの34ページの一番下のところですね、本説問の事例では、差し押さえ対象物件は覚醒剤、ビニール袋、注射器、手帳、メモなど、ほらこれどうやって使います、今のその場にあったものをさ陰徳所持したと疑いに足る、例えばさ蓋然性とか相当な理由って規範、皆さんが例外要件立てたとするじゃないですか。したらほらこのね比較的小さいものってなると、やっぱポケットに、その場にあったものをポケットに入れやすいってことで、その場にあったものを陰徳所持するに疑う相当の理由があるとか、相当の蓋然性があるとかって形で使いやすいですよね。だからこういうところは使えるようにしてほしいんだよね。それからね、この事案はやっぱりひたすらこの人のね挙動が怪しくて、3行目入室した時点で、この兵さんね、まあ、その場にいた兵さんが、右手をポケットに入れていたと。でその後ね、兵が右手を抜いた後もポケットが膨らんだ状態であったこと、はい、何が入ってると思います、これ覚醒剤の、ね、組織的な密売が疑われているその事案で、そのアジトですよ、ね、そこでなんか怪しい行動してポケット膨らんでるという形になってますね、覚醒剤が入ってるんじゃないかと思いますよね。で兵が時折ポケットを触るなど気にする素振りを、ね、示していたこと、こういう事実をちゃんと抜き出して、それでさっきの例外要件、要はその場にあった、ね、物を陰徳所持したと疑われたれる相当の蓋然性があることとか、まあ、そのため自分で立てた規範にちゃんと意味付けて書くってことが大事になってきます。でちなみにここね、ひたすらポケット絡みのネタがずっと書かれてるんですよ、ここのところね。あと6行目もほら、再びポケットに手を入れてトイレに向かって歩き出したってところね、これ多分ポケットの中に覚醒剤が入ったとしたら、そのままトイレで捨てられて証拠隠滅されちゃうと困っちゃうから、まあ、そういうところなんかも出てくると思うんですけど、まあ、その場でね陰徳所持したと疑いに足りる理由、かつなんか歯止めかけようとするんだったら、かつねその場にあるものを陰徳所持したと疑いに足りる理由、かつそのやっぱりその
所持品を捜索する必要性があることって形で歯止めかけて要件立ててもらってもいいんだけど、その必要性のところでこのトイレの方に歩いていこうっていう事実は使えると思いますね。そのままトイレに行かれちゃうと流されちゃうから、そこはやっぱり今ね、そこまで捜索をする必要が出てくるんだって形で出てくるんだと思います。というわけでね、この問題文にいろんなその各自皆さんが考える判断枠組みに適合しそうな事実がいろいろありますので、まあ、そういうところを全部拾わなくてもいいんですけど、まあ、そのうちの、ね、2,3 個を拾ってしっかりとそのきちんと評価をしてね、熱い答案を書いてもらえるといいんじゃないかと思います。で、本件に関してはやたらひたすらポケットポケットってずっと書かれてますから、やっぱポケットに手を入れたってところは絶対落としちゃいけないね。まあ、そこをちゃんと熱く、まあ、評価してあげると、まあ、いい答案が書けるんじゃないかと思いますね。というわけで、まあ、ケース法はね、あと、まあ、この設問の2の方も328条の証明力を争う証拠に関する問題出てますけど、まあ、いずれも基本知識レベルのところでいうと本当にね、事前受験生がみんなちゃんと勉強してるようなところなんで、やっぱその評価当てはめのところで結構勝負がね、決まってくるような問題なんじゃないかと思いますね。で、328条の問題、今度設問2のところなんですけど、これに関してはね、本当に基本的なことをこう聞かれてね、ただちょっと一つ証明力を328条の証明力を争う証拠の中に回復証拠が含まれるのかという、ちょっと皆さんがまあ普段やらないようなちょっと論点が入ってたんで、そこがなんか応用的な話だということが書かれてましたかね。35ページの2個目のブロックの、下から2行目見てください。本当に最後の方なんですけど、そのね、回復証拠の話なんですよこれ。最高裁判所の判例はなく、基本諸等にあまり、記載がない分野で受験生の応用力を試すことを狙いにしたね。でも、まあ実際受験生はね、予備校の教材使ってると328の証拠なんか結構勉強しててね、まあ、回復証拠なんかも結構事前に知ってる人もまあ多かったと思うんですけど、まあ、実際基本書なんか見てもあまり書いてない分野であるんですよね。で、この点に関してはね、本当に基本知識を聞いてるような問題ですので、37ページね、まあ、ここだけ確認して、この知識さえあれば自分で処理できると思いますからね。まあ、一応328の証拠は括弧1の最初の1個目のブロックですけど、まあ、328は伝聞令以外の規定により、ね、証拠とすることができない書面や、供述であっても、ね、公判準備や公判期日における被告人や、ね、証人の供述の証明力、まあ、信用性ということもありますけど、それを争うために用いるときは、まあ、証拠能力を、ね、肯定しています。で、これ弾劾証拠と言われるときもありますね。この供述の信用性を弾劾するための証拠ということで弾劾証拠と言われることもあります。で、この括弧2のこの証明力を争うという意味ですね。で、これに関してはですね、この矢印のところですけど、ある人の公判供述の証明力を争うための証拠として、その内容が矛盾する別人の供述を証拠にしちゃうと、それはその内容がどっちかの、ね、供述が真実であるってことが、まあ、前提になっちゃいますので、本来供述の内容の真実性を問題とするときはちゃんと、まあ、伝聞法則の規制がかかりますから、伝聞例外要件満たさない限り証拠にできないはずなんですよ。でも328はそういう伝聞例外要件の満たさなくても、ね、証拠にすることを強要してますから、まあ、少なくても、伝聞証拠的にね、要は内容の真実性を問題とするような形で使うことはできないはずなんです。まあ、そんな感じのことがですね、書かれてます。まあ、4行目ですね、線引いてあるところ、まあ、伝聞法則の趣旨が勃却されちゃうと。で、同一人が同じ事項につき公判定と公判定外で異なる内容の供述をしている場合ね、供述内容の真実性を問題とすることなく、まあ、自己矛盾供述の存在を立証してその人の、ね、供述の信用性を弾劾する証拠というふうに言われてます。なので、328ね、自己矛盾供述に限る限りは、まあ、伝聞法則の趣旨を勃却しませんのでね、伝聞例外要件を満たさなくても、書面を証拠とすることができるということになってきます。で、ちなみにカッコさんね、これも設問2に使うことですけど、設問1部に使うものですけど、自己矛盾供述の存在自体は厳格な証明じゃなければいけません。まあ、なんとなくね、自己矛盾供述があるんでしょうぐらいな感じで、さすがに証拠能力認めちゃうとね、いろいろ問題が出ますので、まあ、そこは厳格な証明。で、供述録取書で言えば、この例えばとこね、まあ、供述者の署名または押印がない供述録取書に関しましては、まあ、ダメ、厳格な証明を満たしていないので、証拠にすることができないという感じですね。まあ、これは設問特に必要な知識になります。それからですね、38ページ、まあ、括弧4の増強証拠は今回聞かれてないんで、まあ、今気にしなくていいんですけど、今回メインで聞かれてるのはこの括弧5の回復証拠であります。で、回復証拠に関しては矢印のところで、弾劾証拠により一度弾劾されて証明力が減災された公判供述の証明力を、ね、復活させる、こういう回復証拠、これを328の証明力を争うための証拠として、ね、証拠能力を認められるのかどうか、まあ、これが今回聞かれてるわけですね。で、この問題に関してましては大きく2つの考え方がありまして、まず2段落目を見てください。これね、2段落目の3行目のしかし以下のところでいいと思いますね。しかし以下、弾劾証拠により証明力が減災された証拠の証明力を回復することも、まずね、理由付けは文言上の理由付け、ここね、そういうね、一度減災された証拠を証明力回復することも、これもね、証明力を争うと言えるんだ、これ形式的な理由です。そして実質的な理由はこの次のところで、まあ、また回復証拠はそれを実質証拠として用いるんではなく、公判供述が弾劾された場合にその公判供述と同内容の供述が存在すること自体を証明して公判供述の証明力を回復する、まあ、補助証拠として用いるに
過ぎない。だから別にね、その今回三二八の証拠になっちゃうと、ほら伝聞例外要件満たさないのに証拠能力が認められちゃうことになりますけど、でもそうしてもね、別に伝聞法則の趣旨を忘却することもないんですよっていう形になってきます。これが実質的な理由ですね。というわけで、まあ、回復証拠も328の証明力を争うための証拠として許容されるって、ね、感じです。これ肯定説です。ただね、学説は否定説の方がだいぶ強いみたいでして、それがまあ次のところですね。あと、ちなみにあの裁判例ね、東京高裁の54年、まあ、年月日だけ書いてあるんですけど、理由は言わずに一応回復証拠を328の証拠として許容しているものがあります。ただ、まあ、最高裁の判例じゃないし、あと、まあ、理由を言ってないんで、別にこれがあるからね、こうじゃなきゃいけないっていうところはありません。まあ、学説はもうほとんど否定説ですので、ちょっと否定説をご紹介します。学説では回復証拠は328の証拠として許容されないとする見解が有力です。まあ、単にね、公判供述の内容が一致する公判定外の供述があるというだけでね、一度証明力が減災された供述の証明力を回復することを許容するとこうなっちゃうのかなと思うんだよね。あたかも証拠の個数で証明力が左右されることになっちゃってね、まあ、供述の、まあ、むしろね、この供述の度重なる変遷というのは逆に供述の証明力に疑問を生じさせることになるんだということでね、まあ、そんな感じで回復証拠を328の証拠として認めるべきじゃないんだという形のことも言ってますね。まあ、一応基本のインプットのところではね、両説まあご紹介して、で私があの無料公開講座で出した時の証拠はね、一応まあ下級審の裁判例に結論合わせて、まあ、自分なりに言いつけて、まあ、やっちゃってるんですけど、まあ、そこのところはあの皆さん復習のところで別にどっちでも構いませんのでね、まあ、そんな感じで、まあ、すいません、短い時間でしたので非常にまあ雑な感じになってしまいました。一応なんかね、各科目1点あのここのところは気をつけてほしいというところは一応あのお話できたと思いますので、まあ、今後、インプットを続けつつね、あの本当に過去問をねしっかり検討しないとね、こうどういう質の知識が求められているのかということが分かって初めて本気になれると思うんですよ。まあ、同じ例えばこれね、民法とか、まあ、刑法でも、まあ、公務員試験でも、まあ、出るんですよ。私は昔現には公務員やってたことあるから公務員試験受けてたんですけど、もうその同じね、刑法の試験でも全然質が違って、やっぱこの司法試験試験受けようとしたらこういう問題に対応できるような理解と記憶をしていかなければいけませんから、まあ、ぜひね、過去問をしっかりと分析することによってですね、今後皆さんがどういう質でインプットしていかなければいけないのかっていうところを目標を持って、ね、モチベーション上げてやっていってください。あと最後にね、心配になっちゃっていけないから本当に最後念のため言っておきますけど、あの完璧な答えがなあの作れなくても受かります。トップの方で受かってる人も蓋を開けたら出題の指示の通りには書いて、あの全然書いてないからまずいですけど、出題の指示の通り全部完璧に書けてる人なんか誰もいませんから、そこはあの心配しないくださいね。設問3つあったらそのうちどっか1箇所勝負できればいいんですよ。でガクンと落とし込むところを2つ作っちゃまずいね。例えば設問2つすごくできるんだったら、最後の設問3つ目のところは全然書かなくても合格できるんだと思います。で設問1から3個までなんとなくまあ無難にこう処理してると、それだけど多分ね、ちょっと合格点に少し届かないんだと思うんだよね。だからそこで1つまあちょこっとだけ勝負するところが1個あれば、そこでなんとか合格点に乗ると思いますね。あるいはその1個のところでものすごく勝負すれば、設問1つ全部落としても合格するあの可能性は高いと思います。というわけで、とにかく完璧は目指さなくて大丈夫ですから、あのそこは心配しないでください。やることをもう本当に順番ね、インプットをやることを決めてやって、論文演習することはやって、決めてやって、でそれで順番にあの頑張った人から順番に受かっていく試験ですから、まあ、あまり余計なことは心配せずね、まあ、あの邁進してもらえればと思います。じゃあ今日の、ね、分析会の方はこれで終わりにします。